以上の30項目すべてを完全に理解していただければ脂肪系の手術で失敗することなく満足のいく結果を期待できると私は確信しております。脂肪デザイン部の葛島先生です。本日の内容はズバリ絶対に失敗しない脂肪吸引攻略大全完全版です。今回の動画は本当にすごいです。この動画一本に私の脂肪吸引に対する思いを全て込めました。今回の動画では脂肪吸引に関する正しい知識から脂肪吸引の手術を受ける上で失敗しないポイント、ダウンタイムの経過と過ごし方、もしも手術を受けて失敗したと思ったらどうするべきなのか全てご紹介いたします。どんなにダイエットを頑張ってもなかなか痩せなくて脂肪吸引をしようか本当に迷っていませんでしょうか。脂肪吸引の手術はしたいと思っているけれどもなかなか一歩を踏み出すことができないでいませんでしょうか。過去に脂肪吸引の手術をしたことがあってその失敗を修正したいだったり次こそは脂肪吸引の手術を成功したいと思っていないでしょうか。この動画の内容だけを頭に入れていただければ脂肪吸引の手術でもう二度と失敗することはありません。これから言うことに一つでも当てはまってしまったのならば脂肪吸引の手術で失敗してしまう可能性があります。脂肪吸引の手術は10万円以内でできると思っている方、こちらの症例を見て二の腕が細くなったと思ってしまった方、脂肪吸引をすれば体重が減ると思っている方、脂肪吸引のダウンタイムがどれくらいなのかわからない方、脂肪吸引は全身麻酔ですると思っている方、今お伝えしたことが一つでも当てはまってしまったならばこの動画を最後まで見る価値はあると思います。この動画の全ての内容を理解していただかないと脂肪吸引の手術で失敗してしまう可能性があります。私は日々の診療で毎日脂肪吸引年間1000件以上指導しておりまして、そのうち約5人に1人は修正手術です。今までの私の経験をもとにどのように脂肪吸引すれば綺麗にそして美しく仕上げることができるのか、どうすればダウンタイムを抑えることができるのかもかなり研究し美容外科学会でも発表しております。正しい脂肪吸引の知識を知りたい、初めての脂肪吸引の手術で失敗したくない、過去に脂肪吸引の手術を受けたことがありその修正手術をしたいけれども次こそは絶対に失敗したくない、脂肪吸引した後のアフターケアの細かいことまで知りたいと思っているのであれば今回の動画は今までの動画の中で一番貴重な動画になります。ぜひ最後までご視聴ください。まずは脂肪吸引とは何かを確実に理解しないといけません。脂肪吸引を初めて検討される方も過去に脂肪吸引の手術を受けたことがある方も再度復習の意味で聞いてください。脂肪吸引の手術は体重を減らすための手術ではありません。脂肪吸引とは脂肪が多くついている気になる部位から脂肪細胞を吸引する手術になります。脂肪細胞は縮んだり膨らんだりしまして人間は太る時に脂肪細胞も膨らんで太って見えます。この脂肪細胞そのものを吸引することで太って見える原因を少なくすることができるので見た目もスリムでリバウンドしづらい体にすることができます。これが脂肪吸引の手術です。昔と比べて体重が10キロ20キロ太ってしまって脂肪吸引をすれば体重を落とすことができると思っている方、それは違います。脂肪吸引をしても太ってしまった分の体重を落とすことはできません。人間は太る時に体重を支えるための筋肉の量も増えます。体重が重くなってしまう一番の原因は筋肉で脂肪はとても軽いです。脂肪吸引はダイエットや筋トレエクササイズをどんなに頑張っても自力で痩せにくい部位を吸引することで綺麗にボディデザインできます。一度で確実にリバウンドなく綺麗な理想のボディライン、フェイスラインを作ることができるのが脂肪吸引の最大の魅力です。ここでは簡単に脂肪吸引でできることとできないことをまとめます。脂肪吸引では吸引するところと吸引しないところを細かく調整することは可能です。人間の体には脂肪がつきやすい部分とつきにくい部分、脂肪を取りすぎてしまうとごこついたり不自然に見えたりしてしまう部分があります。ダイエットやエクササイズではついている脂肪の量を細かく調整することができないのですが脂肪吸引では技術があれば調整できます。これが脂肪吸引でできることです。反対に脂肪吸引でできないことも確実に理解しておいてください。元々の骨格を変えること、骨の形や曲がり具合や骨の長さや太さを変えることはできません。筋肉を吸引することもできませんし皮膚の厚みを薄くすることもできません。たるみをなくすこともむくみを解消することもできません。自分的には全部脂肪だと思っている部分が実は筋肉だったり皮膚の厚みだったりたるみだったりすることはよくあることです。脂肪吸引はあくまでも脂肪しか吸引できませんが細かく整えてデザインすることは可能と思っていてください。次に脂肪吸引の手術で最低限知らないといけないのがダウンタイムです。
よくカウンセリングでお客様からダウンタイムってどれくらいですかと質問されます。脂肪吸引の手術を検討されている方でダウンタイムってどれくらいなのか疑問に思っている方、現在脂肪吸引の手術のダウンタイム中だけれども自分の経過が大丈夫なのか不安に思っている方、この項目の内容を理解していただければ脂肪吸引のダウンタイムについてかなり詳しくなると思いますので確実にマスターしてください。脂肪吸引した後には内出血や腫れ、痛みなどの症状が出ますが、ダウンタイムとはすごく簡単に言いますと脂肪吸引した後に完成するまでの期間のことを言います。お客様からダウンタイムってどれぐらいですかと質問されたらざっくりと答えることはできます。手術をして 2,3 日が腫れ、むくみのピークで1週間くらいすると腫れはだいぶ落ち着いてきます。2週間くらいすると脂肪吸引した部分が引き締まってきて、このくらいの期間になると拘縮といって皮膚が硬くなってきます。内出血は早い人だと1週間くらいで消えて、2週間もすれば内出血がある人はほとんどいません。1ヶ月すると脂肪吸引した箇所がすっきりしたと感じると思いますが、まだむくみはあります。3ヶ月もするとだいぶむくみも完成に近づいてきます。もともとむくみやすい人は半年くらいかけて完成していきまして、中にはすごくゆっくりなタイプの方だと本当の完成前に1年くらいかかるって方もいると思います。ダウンタイムの経過をざっくりと口頭で説明すると今お伝えしたような流れになります。これって皆さんイメージできますでしょうか。例えば顔の脂肪吸引の場合だったら、口っていつから動かすことができるのかとか、ご飯ってどのくらいから食べれるようになるのかとか、人前にはいつから出れるようになるのかとか、二の腕の脂肪吸引の場合だったらいつから手をバンザイすることができるのか、半袖ノースリーブはいつから着ても周りにバレないとか、手の甲までむくんでパンパンになってしまうのかとか、画像や言葉で伝えるのには限界があると思います。口頭で説明するよりもダウンタイムの実際の動画の方が分かりやすいと思いますので、この動画の後半で各部位ごとのダウンタイムの経過について実際に成長した方の体験談とともにご紹介しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。大体の疑問は解決できると思います。脂肪吸引のダウンタイム中の方で自分の経過が本当に大丈夫なのか不安に思っている方も、自分と似たような経過の人がいると思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。脂肪吸引のダウンタイムについて知りたい方、ダウンタイムの経過が知りたい方は、おそらく脂肪吸引をしてから社会復帰できるまでの期間を気にしている方も多いのではないでしょうか。仕事をしているからそんなに長い休みを取れるわけではない。脂肪吸引をしてからどれくらいの期間が経てば周りにバレることなく職場に復帰できるのか、あるいはどこまでの期間だったらある程度ごまかすことができるのか、気にされている方も多いのではないでしょうか。先ほど口頭で説明した脂肪吸引をしてから完成するまでの期間をダウンタイムと定義するのではなくて、社会復帰できるまでの期間を脂肪吸引のダウンタイムと考えることもできると思います。脂肪吸引をしてから一番辛いのが最初の3日間ですので、そうなると脂肪吸引のダウンタイムは考え方によっては1週間くらいといっても問題ないかと思います。ダウンタイムの期間をどこまでだったら自分が許容できるのか、これも脂肪吸引の手術を検討する上で考えておくべきことの一つかと思いますので、そういった意味でも脂肪吸引後の毎日の経過をレポートしてくださっているモニター様の体験談はとても参考になると思います。ぜひ動画の後半の各部位のダウンタイムの経過の部分を確認してみてください。私がダウンタイムのことで一つアドバイスするならば、ダウンタイムの経過は本当に個人差しかないということです。短い人は長引いてしまう人、いろんな人がいます。ただ最終的には必ずダウンタイムは終わり、脂肪吸引した部位はスッキリしますのでご安心ください。脂肪吸引を担当するドクターごとに技術の差がありますので、ダウンタイムを短く終えたい方はドクター選びを気をつけていただければと思いますし、この動画の後半のダウンタイムの過ごし方の項目でダウンタイムを最短で抑えるテクニックもご紹介しておりますので、そちらも合わせて確認してみてください。脂肪吸引の手術で失敗しないためには、まずは一般的なダウンタイムの期間を知ることは大切です。ここまでで脂肪吸引とは何か、ダウンタイムとは何かを説明しましたが、この2つのことをしっかりと理解しておくことが脂肪吸引の手術を受ける上での最低ラインです。最低限の知識をつけた状態でどのクリニックのどの先生に脂肪吸引をお願いすればよいのか、ここが脂肪吸引を失敗しないためにもとても大事なことですので、この後の項目で徹底的に細かく解説していきます。まずは絶対に騙されない症例写真の見方についてです。今はインターネット、SNS で検索すればたくさんの症例写真があります。症例写真が綺麗だからという理由でドクターを選んでいる方も多いと思います。自分が見ている症例写真のビフォーアフターが本当なのか、症例写真に騙されていないか確認する必要があります。これができないと脂肪吸引の手術で失敗します。たった1枚の綺麗な症例写真に騙されていないでしょうか。症例写真を SNS にあまり載せてない先生だけれども、1枚の症例がとても綺麗だったからという理由でドクター選びをしていないでしょうか。
たまたまうまくできた症例を載せている可能性があります。これは私たちの業界ではチャンピオン症例と言っております。症例写真の数も大事ですので、たった1枚の綺麗な写真でその先生の技術はわからないと思いますので注意が必要です。症例写真の一つの特定の角度だけの写真に騙されていないでしょうか。例えば顔の場合ですと真横だけとか斜めだけとか正面だけとか、二の腕の場合ですとこの真横だけとか手を真横に伸ばしたここの部分だけとか、一つの角度だけでその仕上がりをイメージできますでしょうか。友達と喋るときに真横だけ向いて喋るとか、手を横に伸ばしたこの状態で喋るとか、そういったことはないと思います。一つの角度から、あるいは特定の角度からしか症例写真を載せられないのはごまかしている可能性があります。一人の人に対していろいろな角度の写真があれば全体をイメージしやすいと思いますし、いろいろな角度からの写真を載せられるのは技術がある証拠です。例えば二の腕の場合、片腕だけ載せている先生がいますが、もう片方の腕の仕上がりは気にならないのでしょうか。反対の腕の仕上がりはいまいちだから片方しか載せることができない、そのような可能性もあると思います。顔も二の腕もお腹も太ももも最低でも3方向の角度の症例写真がないと信憑性は低いと思います。この写真を見て二の腕が細くなったと思ってしまったのならば、脂肪吸の手術で失敗する確率が高いです。こちらの症例のからくりはビフォーで腕を閉じて太く見せて、アフターで腕を浮かせて細く見せてます。正直脂肪吸しなくてもこの変化を作ることはできます。全く全てが同じ条件っていうのは難しいですが、ビフォーアフターの条件は限りなく同じに近づける必要はあると思います。このような症例写真を持ってきて、このような二の腕にしたいってカウンセリングで言われることがありますが、そもそも他の角度の写真があるのかを確認できていたら、症例写真に騙されていることに気づけると思います。症例写真を見る上で複数の角度があること、脂肪吸した後の全体像がイメージできることはとても重要です。一番信憑性があるのは動画です。例えば二の腕でしたらつまんでいる動画だったり、太ももだったら回転している動画だったり、動画も出している先生はより信憑性が高いと思います。こちらの写真を見ていただきたいんですけども、この変化は本当だと思いますか？最近の SNS でかなり増えてると思います。確かに術後から変化していると思います。麻酔液をたくさん入れて膨らませて脂肪吸引すればすごく変化したと感じると思います。術直後からこの仕上がりっていうのをアピールしている先生もいると思いますが、術直後だから腫れていないだけです。もちろん術直後から腫れていないことを綺麗に吸引できることは大切ですが、寝ている状態での撮影になります。寝ている状態の姿ってあまり人に見られないですよね。人と会話するときは起き上がった状態だと思います。ダウンタイムの項目のところでお伝えしましたが、顔の脂肪吸引の完成形は3ヶ月以降、人によっては6ヶ月以降ですので、手術直後の寝ている状態のビフォーアフターを見てだけ判断するのはとても浅はかだと思います。正面斜め横のビフォーアフターの症例写真があって、初めて仕上がりが綺麗だと言えると思います。この事実を知らないで直後からの変化率はこの先生はすごいって飛びついてしまうから、結果的に脂肪吸引の手術で失敗してしまい、修正手術をすることになるのです。なので脂肪吸引の手術を成功させるためにも、症例写真の騙されない見方っていうのはとても大事になってくるわけです。とても大切なことですので、ここでもう一度まとめますと、ビフォーアフターのアフターが3ヶ月以降で、かつ限りなく同じ近い条件で全体像が分かる形で複数の方向から撮影されている、プラスアルファ経過の動画もある、これを知っていれば症例写真には騙されないと思います。症例写真を SNS に上げているのはドクターになりますので、次に脂肪吸引する上での失敗しないドクター選びのポイントについて解説します。皆さんが脂肪吸引の手術を受けるとき、どのような基準で担当していただくドクターを選びますでしょうか？好みの症例写真があるからでしょうか？症例件数や実績でしょうか？安いモニターを募集しているからでしょうか？ドクター選びの判断基準は人それぞれだと思います。ドクターが SNS に上げる症例写真に関しては、一つ前の症例写真の項目でもお話ししておりますので、そちらを再度確認していただければと思います。ただ一つ言えることとしては、いろいろなタイプの症例写真を上げているドクターっていうのは信憑性が高いと思います。年齢、身長、体重、筋肉のつき方、骨格の形、全員違いますので、いろいろなタイプを知っていくことは大事なことです。顔の場合ですと、フェイスラインのもたつきが気になっているならば、その原因が皮下脂肪なのかもしれませんし、バッカルファットなのかもしれません。なので脂肪系の症例も上げている、バッカルファットの症例も上げている、そういった先生はカウンセリングの時にもしっかりとお客様ごとの提案が可能かと思います。バッカルファット除去をしたことがない先生は、そもそもカウンセリングの時に提案することができないと思いますし、仮に本当に適用の性質だったとしても必要ないっていうかもしれないですよね。現に顔の脂肪系ができない先生、
やったことがない先生、メニューとして取り扱ってないクリニックの先生は、リトリフトをすればフェイスラインがスッキリとするってご案内します。結果的に脂肪の重みでリトリフトをしてもすぐに戻る、リトリフトは金道具だってなります。実際にこの動画を見ている人の中にも、リトリフトをしたことがあるけれども全然効果を感じなかった、そのように感じている方もいると思います。実際にどこまでの精通をするのか、ダウンタイムのこと、料金のことを総合的に踏まえて、施術を受けるお客様が一番納得する形で決めていただくのがベストですが、カウンセリングに来てくださったお客様のお悩みに沿って幅広く提案できることはとても大切なことだと思います。体の脂肪器の場合ですと、ある程度骨格ごとに仕上がりは決まっています。こちらに関しては後ほど骨格診断をもとに脂肪吸引の項目で詳しく説明しますが、年齢、身長、体重、いろいろな条件で症例を載せている先生はよく理解して脂肪吸引できていると思います。好みの症例写真も大事ですが、好みの症例が自分と明らかにかけ離れていたらイメージするのは難しいと思います。例えば自分の身長が160センチで体重が70キロなのに、身長が160センチで体重が50キロの症例写真を見て、この症例写真のような仕上がりになりたいと思っても、それは難しいと思います。なぜなら最初にお話ししたように、脂肪吸引の手術は体重を落とすための手術ではないからです。これを知らないと、脂肪吸引の手術をしたのに理想の症例写真みたいになれなかったから失敗してしまったと思ってしまうんです。なので好みの症例写真を載せているからってだけで判断しない方がいいと思います。ドクター選びをする上で症例件数や実績っていうのも、結論から先に言うととても大事だと思います。ただこれだけで判断しない方がいいと思います。SNS などを見るとナンバーワンって言っている先生が多すぎる、そのように感じた方も多いのではないでしょうか。一般的にたくさん成長しているドクターは技術が磨かれて上手になっていくと思いますが、総合的に考える必要があると思います。ナンバーワンって言っているのに、例えば顔だけ、二の腕だけの症例しか挙げていなかったら、太ももの症例は、お腹の症例はって疑問に思った方がいいと思いますし、ナンバーワンって言っているのに掲載されている症例の数が少なかったら疑問に思った方がいいと思いますし、ナンバーワンって言ってるのに複数の角度からの症例写真が掲載されていなかったら疑問に思った方がいいと私は思います。安いモニターを募集しているか、それだけの理由でドクター選びをしない方がいいと思います。安さにつられて精通を受けてしまい、脂肪器の手術に失敗して後悔してしまう、それほど悲しいことはないと思います。安い理由は必ずあります。美容医療は自由診療ですので、クリニックごとに値段が違うのは当たり前ですが、まずは一般的な脂肪吸引の相場を知っておくことも失敗しないために大事ですので、脂肪吸引の精通を受ける上の正しい相場は後ほどの項目で解説していきます。ドクター選びをする上で学会発表しているかは参考にした方がいいですかと以前複数人から質問いただいたことがありますが、私個人の考えからお伝えすると、参考程度でいいのかなと思います。これはなぜかと言いますと、学会での発表内容だったり、そのドクターの診療スタイルだったりに影響してくるものだと思うからです。学会発表はいろいろな発表スタイルがあります。学会は例えば自分が脂肪吸引する上での工夫だったり研究だったりを伝える場で、美容医療の最新の情報などを共有する場です。学会発表はただ単にビフォーアフターの症例写真を発表する場ではないのです。例えばすごい腕のいい料理人がいて、オリジナルのアイデアをたくさん持っていたとします。その料理人は SNS でレシピを公開したり、料理の写真を載せたりするのは好きではなく、美味しい食事を自分の大切な人だけに食べてもらえれば満足するスタイル、そういう料理人もいると思います。ご飯を食べに行って、このお店すごく美味しいのになんで全然有名じゃないんだろうか、もっと有名でもいいはずなのにとか、逆に有名なお店に行ったけどもそこまでじゃなかったとか、そう思ったことはないでしょうか。発表するのが好きな先生、発表するのが好きじゃない先生、それはその先生の診療スタイルだと思いますし、学会発表している先生でないと脂肪吸引の手術がうまくないというわけではないですし、学会発表してない先生でもうまい先生はいます。なので質問に答える形式にはなりますが、学会発表してるかしてないかは参考程度でいいのかなっていうのが私の答えになります。もう一つよくある質問として、レーザー認定医かどうかはドクター選びの基準として関係ありますか、このような質問がありますが、結論から先に言いますと関係ないです。レーザー認定医の資格はある施設に行ってレーザー脂肪吸引の講習を受けると取ることができます。脂肪吸引の手術を何件以上やってないとその資格が取れないとかはないです。私自身もレーザー認定の資格を持ってますが、講習に参加した時に一件も脂肪吸引手術をしたことがない、脂肪吸引の知識も何も知らないドクターがいたことにとてもびっくりしたのを覚えております。国家試験みたいに国が定めた資格ではないですので、レーザー認定かどうかにこだわらなくて良いと思います。
ドクター選びの基準として大事なのは、そのクリニックのスタッフさんが実際に施術を受けているのか、これが大事なポイントだと思います。内部のリアルな声、なかなか分かりづらいと思いますが、これが大事です。大変残念なことに、自分のクリニックでは脂肪系の手術を受けたくないから、そういう理由でカウンセリングに来る医療従事者、ドクターの方もいます。ドクターに選ばれるドクター、そのようなドクターは本物だと思います。好みの症例写真を上げているドクターなのか、症例数実績が多いドクターなのか、スタッフさんからも選ばれているドクターなのか、学会発表などもしていて有名なドクターなのか、いろいろと総合的に判断すると、脂肪系の手術で失敗する確率を避けることができると思いますが、結局最後はそのドクターとの相性かと思います。カウンセリングに行ってみて合わないと思ったら、手術をするのはやめてもいいと思います。万が一手術がうまくいかなかった場合に、経過なども含めて最初に相談するのが、自分が手術をしてもらったドクターになるからです。どの世界にも合う合わない相性はあると思いますので、ここでお伝えしたドクター選びについて少しでも参考になれば幸いです。ドクター選びは大切ですが、脂肪系にする上でのクリニック選びも大切です。この項目では絶対に失敗しないためのクリニック選びについて解説いたします。皆さんがクリニックを選ぶときはどのような条件で選べますでしょうか。自分の家から近いからという距離的なことでしょうか。そのクリニックは大手で信頼があるからでしょうか。そのクリニックは脂肪吸引を専門としているからでしょうか。そのクリニックは他と比べて安いからでしょうか。いろいろな理由があると思いますが、一つ一つ解説していきます。まず近いからという距離的な理由だけで決めない方がいいと思います。自分の住んでいるところから近いとカウンセリングにも行きやすいですし、脂肪吸引した後の経過を見てもらうためにも通いやすい、そういったメリットはありますが、そのクリニックのドクターは本当に脂肪吸引を専門としているドクターなのでしょうか。十分な症例数をこなしているドクターなのでしょうか。症例写真の信憑性はあるのでしょうか。まずはこれを確認する必要があります。皆さん、交通費補助制度というものをご存知でしょうか。手術の金額にはよりますが、遠方からのお客様に向けて交通費を負担する制度を導入しているクリニックもあります。遠方からのお客様の場合、希望のクリニックに行くのに時間がかかってしまうかもしれませんが、脂肪吸引の手術で失敗してしまった場合、その修正にかかる時間の方がはるかに多いです。距離が理由で脂肪吸引の手術を受けるのを諦めるのは絶対にやめましょう。大手だから安心と考える方も多いですが、本当に大手だから安心なのでしょうか。もちろん大手の良いところはたくさんあると思います。脂肪吸引する上での十分な設備や機材、道具が豊富に揃っております。当院は最大手の美容クリニックになりまして、400人以上のドクターが在籍しております。入職したばかりの先生とベテランの先生では症例数も違いますし、支払いも全然違います。大手美容クリニックで施術を受ける際には、その中でしっかりとドクター選びをする必要があります。脂肪吸引の手術は大手ではなくて脂肪吸引専門クリニックが良いのでしょうか。これも大手のクリニックに在籍しているドクターと同じで、ドクターによって技量が異なります。脂肪吸引専門だとしても入職したばかりのドクターもいますので、ドクター選びがとても大切になってきます。脂肪吸引専門って言われると、脂肪吸引だったら専門クリニックでした方がいいのかなって思う方も多いと思いますが、それは本当でしょうか。例えばフェイスラインのもたつきに悩んでいる40代の女性がいたとします。顔の脂肪吸引だけだと逆にたるんでしまう。輪郭をスッキリさせるためには、顔の脂肪吸引とバックアルファット除去と糸リフト、この3つを組み合わせないとお客様の希望を叶えることができないとします。脂肪吸引専門の先生の中には、脂肪を吸引することに特化しているのでバックアルファット除去はしない方がいいよとか、糸リフトは必要ないとか意味ないとか推奨しないとか、そのように言う先生もいらっしゃいます。バックアルファットは取らない方がいいと思います。ただ果たして全員が本当にそうでしょうか。やはり大事になるのは、どこまでの範囲の施術を担当できて、それを実際にお客様に提案できるのか。顔の輪郭だったら顔の脂肪吸引もできる、糸リフトもできる、バックルファット除去もできる、石灰リフトもできる、そのようなドクターは全てに対応できますし、ベストな提案ができると思うので、そういったドクターを選べば失敗する確率は減らせるのではないかと思います。大手のクリニックでもない、脂肪吸引専門のクリニックでもない、それでは個人のクリニックが良いのでしょうか。個人のクリニックといっても扱っている機械の種類から値段まで本当にいろいろです。レーザーとかキーセルとか、脂肪を効率的に吸引できる機械を置いてない個人クリニックもたくさんあります。後ほど脂肪吸引の手術で失敗しないための機械選びに関しては別の項目でかなり詳しく解説しますが、自分が脂肪吸引を考えているクリニックではどのような機械が置かれているのか、最低限それはホームページなどを見て把握しておいた方が良いと思います。ここまでで解説した症例写真の見方のポイント、
ドクター選びのポイント、クリニック選びのポイント、この3つは特に大事ですので、失敗しないためにももう一度復習しておいてください。脂肪吸引の手術で失敗しないためのポイントはまだまだありますので、どんどん続けていきたいと思います。まだチャンネル登録がお済みでない方はこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いいたします。脂肪吸引の手術をする上で日本ですればいいのか韓国ですればいいのか、脂肪吸引を成功させる上でとても大事なことです。韓国の方が日本よりもたくさん吸ってくれるイメージを持っている方も多いと思いますが、果たして本当にそうなのでしょうか。この項目では韓国で脂肪吸引するメリットデメリット、日本で脂肪吸引するメリットデメリット、それぞれ解説していきたいと思います。まず韓国で脂肪吸引するメリットですが、価格です。価格は日本と比べても安いところが一番のメリットだと思います。韓国は脂肪吸引の値段が日本と比べて安いだけではなくて、そもそも韓国の美容医療が日本と比べて安いです。その理由は法律と関係してきます。韓国には大手のクリニックがないです。国の法律で決められていて、一つのクリニックを1個までしか作ることができません。日本では大手の美容クリニックが何個かあると思いますが、大手だと全国展開もできますし、その分価格も安定するのですが、韓国は美容クリニックを1つしか作ることができないですし、数を増やして展開していくことができないので、ドクターの人はみんな開業していきます。みんな開業していくとクリニックがたくさんできて価格競争が起きます。なので価格が必然的に下がっていきますので、韓国は日本と比べると価格が安いのです。この価格の安さとは反対に、韓国で脂肪吸引を行うデメリットも当然あります。一番のデメリットは何といっても言葉の壁だと思います。日本人が韓国語でしっかりと韓国の先生に自分の気持ちを伝えるのって難しいと思います。日常生活でも韓国語で伝えるのが難しいのに、ましては医療の専門用語となると正直通訳の方でも難しいと思います。やっぱり本当の細かいニュアンスっていうのは韓国の先生には伝わりづらいと思いますし、国民性のことも考えると、韓国の先生と実際に施術を受けるお客様とで理想の形とかイメージしているものがずれたりすると思います。そこは言葉の壁が大きいのかなって思います。実際に私のクリニックで働いているスタッフさんが韓国で施術を受けたのですが、もっとしっかりと脂肪を吸引したいということで脂肪吸引の再手術を担当させていただきました。韓国は脂肪をたくさん取ってくれるイメージみたいなのがありますが、意外と再手術でも脂肪をたくさん吸引できましたので、韓国でもクリニックやドクターによって異なってくると思います。前の項目で解説したクリニック選び、ドクター選びのポイントをもう一度確認してみてください。実際のスタッフさんの体験談にはなりますが、言葉が全然通じなくて、どんな麻酔を使って脂肪吸引したのか、どこの傷口から脂肪吸引したのか、何の機械を使って脂肪吸引したのか、全くわからないまま終わっていたと言っておりました。自分の思いや気持ちを伝えることができなかったらしくて、確かに安かったけれども、すごく満足してるわけではないと言っておりました。実際に私のクリニックに来るお客様の中でも、韓国で脂肪吸引したけれども、自分の思いをうまく伝えきれずに、自分が吸引してほしい箇所を吸引できなかったケースが結構ありますので、言葉の壁が韓国で脂肪吸引する一番のデメリットだと思います。韓国で脂肪吸引するもう一つのデメリットは、アフターフォローや保証に関してです。実際に脂肪吸引の施術をした後に、万が一自分が納得しないことがあったり、経過を見てもらわないといけなくなった時は、もう一度韓国に行かないといけませんので、その分手間と時間がかかります。韓国の脂肪吸引のメニューを見てみると、安い分保証を含めたアフターケアが充実してないところが多いと思いますので、この点も韓国で脂肪吸引をするデメリットになると思います。韓国のメリットデメリットをお伝えしたので、次は日本で脂肪吸引を行うメリットデメリットについてです。まず日本で脂肪吸引を行うメリットは、何と言っても言葉が通じますので安心で安全ということです。脂肪吸引を行っているクリニックはたくさんありますので、気軽に複数カウンセリングに行くことができると思います。万が一この先生と相性が合わないと思ったとしても、他のクリニックを探せばいいですし、言葉が通じる分自分の理想やイメージをしっかりと伝えることができると思います。そして日本では脂肪吸引後の保証がしっかりとしているということです。脂肪吸引の手術をして満足しなかった場合、保証内で再手術もすることができるので魅力的だと思います。保証に関してはクリニックごとに違うと思いますので、手術を受けるクリニックに聞いてみると良いと思います。最後に日本で脂肪吸引を行うデメリットについてですが、私個人的には日本で脂肪吸引を行うデメリットは全くないと思います。強いて言うならば韓国より高いという点になると思います。ただその値段についても、韓国で脂肪吸引して満足いかずに再手術を別のクリニックでしたり、あるいはもう一度韓国に行く交通費や滞在費を考えると、日本で手術を受けるのと変わらなかったり、逆に高くなったりすると思います。もしも日本で脂肪吸引して全然吸引してもらえなかったってなるならば、それはクリニック選びやドクター選びが間違っている可能性があります。
ぜひ前の項目のクイーンと選び、ドクターエアベのポイントを復習してみてください。私自身はお客様のご希望に合わせて限界までカリカリにすることもありますし、バランスを重視して仕上げることもあります。理想やなりたいイメージはカウンセリングで教えていただければと思います。この項目では韓国は日本と比べて脂肪球の値段が安いとお伝えしましたが、脂肪球の手術を受ける上で正しい相場を知っておくことはとても大事になってきます。なので次の項目では脂肪球の値段相場について解説します。皆さんが思う脂肪球の値段はいくらぐらいが適切でしょうか？なぜ脂肪球の値段についてお話ししようと思ったかと言いますと、一番の理由は脂肪球の修正手術の依頼が本当に多いからです。脂肪球の手術を受けたけれども満足する結果にならなかったとかで、もう一度脂肪球の手術をご希望されるお客様がたくさんいらっしゃいます。そうなってくるとまた手術の費用がかかってくるかと思いますので、脂肪球の手術の正しい値段を知っておくことは余計な費用をかけないためにも、一回の手術で満足する結果になるためにもとても重要なことになります。まず大前提として、どんな施術もクリニックごとに異なっていきますが、安いのには必ず理由があるっていうことです。脂肪球の値段が安すぎても注意した方がいいと思います。脂肪球の手術ですが、脂肪を吸引する専門の機械を使うことだったり、手術の難しさから美容医療の中でも価格が高額になりやすいです。いい機械は値段が高いです。いい機械だからこそ短時間で脂肪を吸引することもできますし、ダウンタイムを抑えて成長することも可能になります。そして仕上がりの面でも高いクオリティを出すことができるようになるんです。脂肪をただ吸うってことだけ考えれば、専用の機械を使わないでシリンジだけを使って脂肪を吸引すること自体は可能です。脂肪を吸引するための専用の機械ではなくてシリンジですので、コストの面で削減できると思います。コストをかけることができないクリニックはそういうふうにしている場合が多いと思います。レーザーとかアキリセルはいい機械ですのでコストはかかりますが、実際の施術風景とかを見ていただければその機械の良さは実感できると思います。脂肪吸引を専門に行っている先生だったら、その吸引する道具にこだわっている先生も多いと思います。私は脂肪を吸引する管、カニューレにもこだわっておりまして、大体1回の手術で 4,5 本は使っております。そして1回使った管、カニューレは消毒しないといけませんので、消毒するコストもかかります。体の脂肪吸引となると清潔に手術をするために消毒する範囲も広くなりますし、完全に寝ていただいた状態で手術しますので、寝るために使う麻酔の量、麻酔代もかかります。脂肪吸引の手術はするだけで終わりではなくて、その後圧迫をしないといけません。なのでその圧迫技の値段や圧迫してくださるナースさんの人件費など、一件脂肪吸引の手術を安全に高いクオリティでしようとすると、環境面、人材育成面、管理面で手間がかかってくるのは事実だと思います。麻酔の仕方も間違ってしまったら最悪呼吸が止まって死亡してしまうくらい、脂肪吸引の手術は人の命を預かって施術をする美容手術になりますので、必然的に価格は高くなりやすいと思います。例えばですけども、2人の埋没法の手術で20万30万円なのが、脂肪吸引の手術で10万円とかだったら、それは安すぎる、何かがおかしいと思った方が良いと思います。2人の埋没法は起きた状態でする手術になりますので、呼吸が止まるとか死亡するとかまではいかないです。何が言いたいかと言いますと、脂肪吸引の手術はお客様の大切な命を預かっての施術になりますので、それ相当の価格になる場合が多いということです。低価格な手術は価格が安い分、環境面や人材育成面、管理面のどこかを削って運営していることになります。そういった運営ではリスクが高く、トラブルの原因になりかねません。麻酔のコストを削減しているせいで、しっかりと麻酔が効かずに手術中に起きてしまったとか、麻酔が効かずに手術中に動いてしまってうまく吸引することができなかったとか、結果的に全然脂肪を取れずに本当に変わったかどうかわからないとか、いろいろなトラブルがあります。脂肪吸引の値段を調べれば各クリニックごとの値段が出てくると思いますので、このクリニック、この先生が安くやってくれるからここにしようみたいに、値段が安いからという理由だけで決めない方が良いと思います。なぜなら先ほど説明したように、安いからには必ず理由があるからです。何が安いのか、何が高いのか、これに関しては自分自身の価値観の問題にもなってきますので、自分が一番納得できる値段で最終的には決めるのが良いと思います。日々の生活の中でも何を優先するのか、自分で知らないうちに価格を決めていることは多いと思います。例えば喉が渇いたと思って自動販売機で水を買ったとします。 500ml のペットボトルで120円だったとします。でもスーパーとかで水を買えば2リットルで100円とか、そういうのは全然あると思います。喉が渇いた時に水を自動販売機で買うのか、スーパーで買うのか、これも価値観の問題だと思います。
同じ2リットルの水を飲もうとすると自動販売機ですと4本分必要なので480円かかります。スーパーだと2リットルで100円なので約5倍の値段が違うことになります。でもおそらく喉が渇いたと思った時に自動販売機で水を買って飲む人の方が圧倒的に多いと思います。何が安くて何が高いかに関しては本当に一人一人価値観が違ってくると思いますので、最終的には自分が一番納得する値段っていうのが大事になると思います。今お水の値段の話を例えばの例でしましたが、脂肪筋の手術も自分が最終的に一番納得した価格、納得した先生にしてもらうのがベストだと思います。今の時代調べれば何でも出てきます。脂肪筋の部位ごとの相場の価格も出てきます。これは必ずどこのクリニックのホームページにも記載されている内容です。いろいろ調べた上での相場の価格は一つの目安になると思いますし、その相場と比べてどれくらいかけ離れているかも一つの目安にできると思います。例えば大体の相場が50万円ぐらいだったとして、10万円で成立できるとか、逆に200万円以上かかってしまうとかだったら何か理由があると思った方が良いと思います。脂肪筋の手術を安さだけで選んでしまうと満足する結果にならなかった場合に、修正代金や再手術などの余計な費用がかかってしまうだけでなくて、またもう一度ダウンタイムの期間を取らないといけないだとか、気になってしまうことで悩んでしまう時間とか精神的にも辛くなってくる可能性があります。同じ部位の手術を何回もしなくて済むように、一度で満足のいく結果が得られるように、この項目では脂肪筋の手術の価格はいくらぐらいが適切なのか美容外科医の視点でお話ししました。簡単にまとめますと、脂肪筋の手術で失敗しないためには脂肪筋の手術を専門で行っているドクターを選ぶこと、そして価格だけで決めないことが大事だと思います。安いという理由だけで手術を決めるのは良くないですが、少しでも手術の値段を安くする方法があるのはご存知でしょうか。それはモニター制度になります。この項目ではモニター制度について詳しく解説していきます。手術にはモニター制度というものがあり、通常の料金よりも安く施術を受けていただく代わりにお写真を提供していただき、症例写真として使わせていただくというものがあります。モニターの方には基本的には1ヶ月目と3ヶ月目と6ヶ月目にお写真を撮りに来ていただいております。ただ全員がモニターになれるわけではないです。モニターには審査があります。モニターご希望の方はモニターに通りやすくなる条件がありますので、ぜひ参考にしてみてください。一つ目ですが、複数の部位をまとめて施術をしていただくってことです。一つの部位のみではなく、より変化が分かりやすい複数の部位をまとめて施術をしていただける方はモニターに通りやすくなります。例えば太ももの内側のみよりも太ももお尻膝をまとめて施術をする方が変化が分かりやすくなると思いますし、二の腕の振り袖部分だけよりも二の腕一周と肩と肩甲骨横をまとめて施術をした方が変化が分かりやすくなると思います。二つ目は予約通りに LINE できる方です。時折事前の連絡もなく予約時間にご来院されない方や無断でキャンセル方もいらっしゃいます。そのため予約通りにご来院が可能な方を優先してご案内しております。モニターの方は写真撮影として定期的にご来院していただく必要がありますが、予約を無断でキャンセルする方はモニターの写真も来なかったり、写真撮影もキャンセルしたりする可能性があると判断しております。一度無断キャンセルをされた方は今後モニター審査に通りづらくなってしまうと思いますのでご注意ください。3つ目ですけども、施術後定期的に写真撮影のご来院が可能な方です。モニター様は施術後の経過写真を定期的に撮影させていただくことで通常の価格よりも安くしております。施術後に定期的にご来院できるかが重要なポイントになります。以上3点がモニターに通りやすくなる条件ですので、モニターご希望の方はぜひ参考にしていただければと思います。また遠方に住んでいる方からもモニターができるのか、モニターの適用になるのか、よくお問い合わせをいただきますが、もちろん遠方の方でも可能です。交通費補助制度がありますので、そちらを使っていただければ大丈夫ですし、写真撮影のタイミングは個別にご相談お願いいたします。この項目では脂肪筋の手術をお得に受けるモニター制度についてお伝えしましたが、そもそも脂肪筋の手術はどの機械で施術を受けるかによって料金が異なってくるのをご存知でしょうか。脂肪筋の手術で失敗しないためにも、自分がどの機械を使って施術を受けるのか必ず知っておく必要があります。私が脂肪筋の修正手術を担当するときに、過去に退院で施術を受けたときにどの機械を使って脂肪筋の手術を受けたのか答えられない人がとても多いです。脂肪筋の手術で失敗しないためにも、自分が施術を受けるクリニックで扱っている機械の種類は最低限把握するようにしましょう。次の項目は脂肪筋の手術で失敗しないための機械選びについてです。
脂肪を吸引する方法はいくつかありますが、脂肪吸引の手術は技術力が全てだから、使う機械の種類は全く関係がないという先生もいます。ただそれは脂肪吸引を専門に行っている私からすると、良い機械をクリニックに導入するためのお金をかけることができないとか、そもそも脂肪吸引の手術に対して全くこだわりがないとかだと思っております。私は脂肪吸引の手術をするなら徹底的にこだわりたいです。なぜならこだわればこだわるほど必ずいい結果が出るからです。もちろん技術力が一番大切です。その上でどれだけ良い機械を使うのか、それで最終的な仕上がりやダウンタイムが変わってきます。基本的に脂肪吸引の手術時間は早く終わった方が良いです。手術が早く終わるということは麻酔の量も少なくて済みますので、お客様の体の負担も少なくて済みます。脂肪吸引の手術では手術が終わった後に圧迫がありますので、手術時間が短い方が早く圧迫ができて、腫れも最小限に抑えられて、ダウンタイムを抑えることが可能になります。当院ですと、ビボディ脂肪菌、ベーザー脂肪菌、アキセル脂肪菌を扱っております。簡単に説明しますと、ビボディ脂肪菌は脂肪を削り取るような鋭い吸引管を使った施術になります。ベーザー脂肪菌とはベーザ波という超音波を使って脂肪をほぐして柔らかくした後に脂肪を吸引する施術になります。アキセル脂肪菌とは振動するタイプの吸引管を使って脂肪を粉砕しながら細かく吸引していく施術になります。これビボディの吸引管ですね。歯はトゲトゲしてるのが分かるのかなと思います。でこれがアキーセルの吸引管なんですけども、今全然尖ってなくてたくさん穴が開いてるのが分かると思います。アキーセルの吸引管は特に振動できるんですね。なのですごい細かく脂肪を破壊しながら吸うことっていうのも可能だったりします。なんですけど、このビボディの吸引管ですね、これはこういう動きができなくて、自分の手でこういうふうに擦りながら脂肪を取る感じ、剥ぎ取る感じですね。なので歯が尖ってますので、取れた脂肪っていうのはこういうふうに粒状のものなのかなって思います。なのでこっちが尖った歯で取った脂肪ですね、こっちが尖ってなく滑らかな、たくさん穴が開いて細かく吸った脂肪の、これが違いなのかなっていうふうに思います。この脂肪っていうのはベーザー波をかけないとつぶつぶなんですけど、ベーザー波をかけるとこういう風にドロドロになりますよね。このドロドロになった状態で吸引すれば、取り残しなく露骨気もなく仕上げることっていうのは実際可能になるのかなって思います。レーザーやアキーセルの機械は機械の値段が高いですので、取り扱ってるクリニックも限られてきまして、個人のクリニックではこのような機械を置いてないところもたくさんあります。クリニックのホームページを見ればどの機械を置いてあるのか簡単に確認することができると思いますし、脂肪吸引を専門に扱っているクリニックであればレーザーやアキーセルの機械は置いてあると思います。どの機械で施術を受けるかによって値段は変わってきますが、施術を受ける上でどこまでの仕上がりを求めているのか、最終的には自分が納得する金額で施術を受けるのが一番だと思います。ただどの機械があってどれぐらいしっかり変化するのかは事前に知っておかないと、脂肪吸引の手術を受けて満足する結果にならなかった時に、なんでもっと調べなかったのかと後悔することになってしまいます。満足しなかった後にする修正手術は値段が高くなってしまいますし、余計なお金がかかってしまいます。そしてさらに修正手術は難易度が上がります。私のところに来るお客様の約5人に1人は修正手術ですが、レーザーやアキーセルの機械を使わないと正直修正は難しいです。脂肪吸引の手術で失敗しないためには最初の1回目がとても大切ですので、自分がどの機械で精通を受けるのか最低限必ず確認しましょう。ここまでで脂肪吸引の価格の話、脂肪吸引の機械の話をしてきましたが、そもそも脂肪吸引の仕上がりを皆さんイメージできていますでしょうか。自分のなりたい姿や理想があると思いますが、何でも限界はあります。ある程度仕上がりをイメージするためにも骨格診断は知っておくと良いと思います。次の項目は骨格診断をもとに脂肪吸引です。骨格診断で聞いたことありますでしょうか。骨格診断とは生まれ持った体のラインや質感から最もスタイルが綺麗に見える着こなしを導き出すファッション理論のことです。筋肉、脂肪のつき方、関節の大きさの違いなどから、骨格ストレートタイプ、骨格ウェーブタイプ、骨格ナチュラルタイプの3つのタイプに分類することができます。身長とか体重、太っているとか痩せているとかは全く関係がありません。骨格診断、通常自分の体に似合う服の形や素材を決めるのに活用しますが、今回は二の腕と太ももに焦点を当てて、骨格診断タイプ別、二の腕と太ももの脂肪吸引のポイントを実際の症例写真をもとに医師の目線で解説していきたいと思います。自分がどのタイプに当てはまるか想像しながらご視聴ください。ストレートタイプの方は上半身に重心があるグラマラスな体型です。デコルテや胴回りに厚みがあるのが特徴で、首は短めで鎖骨は目立ちにくい人が多いです。
おへその位置が高くて足も長めですが、胴が短いのでウエストにくびれができにくいのが特徴の一つです。お尻は位置が高くて上からお肉がつくリンゴ型と言われておりまして、欧米人のようなメリハリボディで体や肌に弾力のある張り感があります。特に二の腕の外側に筋肉の張りがあり、太るときはこの二の腕の外側からお肉がついていきます。ストレートタイプの特徴としては、二の腕の外側、腰周りの肉や太ももの前側の張りが気になりやすいです。痩せても貧相にならず、女性らしい体をキープできるのがストレートタイプの魅力です。筋肉も脂肪もつきやすいタイプですので、トレーニングをしすぎると逆にムキッとしてしまいます。自分の気になる部位を適度に引き締めつつ、有酸素運動や食事制限などを合わせて行うと、スッキリとしたボディを作ることができます。実は痩せたら最強なのがストレートタイプです。今まで筋トレエクササイズをしてみたけれども、逆に筋肉質になってしまって痩せられなくて悩んでいる方は、脂肪吸引するとかなり変化を期待できると思います。ウェーブタイプの方は曲線的なラインが特徴の女性らしい体型です。鎖骨がくっきりし、首が長めなタイプです。バストトップは低めで、首から肩にかけて緩やかなラインを描き、二の腕の下の方が一度へこみます。デコルテや胴回りに厚みがない上半身が華奢なタイプですが、お腹腰の位置はともに低めで、下半身に重心があるタイプです。ウエストにしっかりとくびれがあり、お尻につながる曲線的なラインが特徴です。お尻は下の方にお肉がつく洋梨型と言われております。足は太ももの外側が張りやすく、肉感は柔らかくふわふわしております。ウェーブタイプの方の特徴としては、多少太ったとしても上半身は華奢なままで、くびれも残りますので、太ったことが周りにバレにくいタイプになります。筋肉がつきにくく、肌が柔らかいのが特徴で、お尻の下側や下半身にお肉がついてきて、下半身が気になる方が多いです。下半身に脂肪がつきやすい一方で、筋肉がつきづらいタイプですので、筋トレやエクササイズを頑張ってもなかなか太ももが痩せないと悩まれている方はとても多い印象です。ウェーブタイプは痩せるとより女性らしさを引き出すことができますので、筋トレエクササイズを頑張っても痩せない方は、脂肪吸引するとスッキリしますのでおすすめです。ナチュラルタイプは骨のフレーム感がしっかりとしたモデル体型です。もともと太りにくいという人が多いタイプで、肉感はあまりなく骨や筋肉が目立ちやすいです。肩がしっかりとしていて幅も広く、鎖骨はくっきりと出ます。膝の骨が大きく目立つ長い足と、体に対して大きめな手足が特徴的で、指の関節も目立ちます。ナチュラルタイプの特徴としては、太っても部分的にではなく体全体に均等に脂肪がつくので、人間が拡大されるイメージです。骨がしっかりしている分、太るとがっしりして見えてしまいがちです。部分的に太ることがないため、逆に部分痩せも自力でするのが難しいです。痩せるとなると水泳などの全身運動が向いていますが、なかなか続かないですよね。どんなタイプの洋服でもかっこよく着こなすことができるのがナチュラルタイプの特徴ですので、気になる部分があるけれども自分でなかなか部分痩せができない方は、脂肪吸引するとさらにモデル体型に近づくことができると思います。皆さんいかがでしたでしょうか。自分がどのタイプの骨格なのか分かると、脂肪吸引した場合にどのように変化するのか、ある程度イメージができると思います。骨格診断では3つのタイプ、ストレートタイプ、ウェーブタイプ、ナチュラルタイプに分類できますが、ミックス型の方もいますので、骨格診断っていうのは大体の分類であるということをぜひ頭に入れておいてください。私は毎回お客様一人一人に合わせたオーダーメイドの脂肪吸引をしております。特に気になる部分を言っていただけましたら、それぞれの骨格に合わせて一番綺麗に美しくデザインしますので、ぜひ気軽にご相談ください。ここまでで皆さんは脂肪吸引する上での失敗しないための知識が増えてきたと思いますが、脂肪吸引の手術はいいことばかりではなく、実はリスクもあるのをご存知でしょうか。脂肪吸引に限らず、どんな施術にも必ずリスクはあります。次の項目では脂肪吸引のリスクについて詳しくご紹介していきます。脂肪吸引することでボコついてしまうリスク、皮膚の色味が残ってしまうリスクなど、いろいろとリスクがありますが、脂肪吸引手術で起こるリスクとして一番起きてはいけないのが死亡事故です。今までの長い歴史の中で、脂肪吸引手術を受けたことによって死亡してしまったケースがあるっていうのは事実です。脂肪吸引はリスクがあるからやりたくない、死亡事故が起きてしまう可能性がゼロではないからやりたくない、そのように思う方もいらっしゃると思います。
脂肪吸引の死亡事故が起きてしまう場合、考えられる原因は大きく分けて2つあります。まず1つ目が麻酔による死亡事故です。脂肪吸引の手術をするときは起きた状態ですと痛くて手術ができませんので、寝ていただいた状態で手術をします。静脈麻酔といって点滴でいくタイプの麻酔をして手術を行うのですが、麻酔が深くなればなるほど人間の眠りも深くなってしまって、最終的には呼吸が止まってしまいます。なのでそうならないように麻酔を調整して手術を行っております。うまく麻酔を調整することができないで、麻酔が深くなりすぎてしまってそれに気づかない状態で手術を続けてしまうと、人間は呼吸が止まって死んでしまいます。麻酔が浅すぎても深すぎてもダメで、麻酔の管理が脂肪吸引の手術はとても大切になってきます。2つ目は担当のドクターの技術不足による死亡事故です。脂肪吸引は脂肪を吸引する手術ですが、脂肪ではない層を吸引すると体を傷つけてしまいます。例えば顔の脂肪吸引の時に操作を誤って首の奥にある太い血管を傷つけてしまいますと、出血が止まらなくなります。出血が続くと首のところが腫れてきて、最終的には息ができなくなって窒息してしまいます。手で首を締め付けられたら苦しいと思います。例えばお腹の脂肪吸引の時に操作を誤って胃とか腸とかに対して脂肪吸引の管を入れたままガシガシ手術を行うと、臓器損傷といって出血につながってしまい、大量出血により死亡してしまいます。経験が豊富でないドクターの技術不足によって、脂肪層ではない他の層を吸引することで出血して最終的には死亡してしまう。そのようなことは考えられます。麻酔をしっかりと管理するドクターの技量、正しい層で脂肪吸引するドクターの技量、これが脂肪吸引の手術でとても大切になってきます。どんなに上手い先生だからといって絶対に事故が何も起きないわけではないと思います。ある一定の確率で何かしらの事故が起きうる可能性がありますが、そういった万が一のことに備えてどれだけ日々対策をとっているのかがとても大切です。具体的な対策、何をしているかと言いますと、手術室の環境を整備するとか、何かトラブルが起きた時にすぐ対処できるものを準備しておくとか、トラブルに気づけるスタッフがいるとか、もちろん手術を行うドクターがしっかりとしていないといけないのですが、万が一に備えた対策をどれだけ日頃から行えているのか、それが万が一事故が起きてしまった時に対処できる能力だと思いますので、そのようなことを日々心がけながら私は診療を行っております。脂肪吸引の手術と聞くととてもリスクがある、死亡事故がある、絶対やりたくないと思う方もいらっしゃると思いますが、診療する私たちの立場からお伝えさせていただきますと、万が一に起きる事故のことも全て想定した上で絶対に事故が起きないように日頃から対策しておりますし、スタッフの教育や定期的に訓練も実施しておりますので、ご安心していただければと思います。脂肪吸引の値段、相場の項目でもお話ししましたが、安全に手術をする管理面のこともあり、お客様の大切な命を扱っての施術になりますので、それ相当の価格になる場合が多いと思います。ここで麻酔のお話をしましたが、もう少し詳しく麻酔についてご紹介していきます。脂肪吸引の手術は全身麻酔で行うと思っている方がいますが、それは違います。全身麻酔は簡単に言いますと、大学病院などで大きな手術をするときに行う麻酔で、喉に管を入れた麻酔になります。日帰り手術をする美容クリニックの手術では基本的には行いません。一般的に脂肪吸引の手術を行うのが静脈麻酔になります。点滴をしてそこから麻酔の薬を流します。この静脈麻酔だけだと広い範囲の手術をするときに不十分なことがあります。その時に一緒に行うのが硬膜外麻酔になります。硬膜外麻酔は背中を丸めた状態で背中に管を刺してそこに麻酔の薬を入れます。肛門外麻酔をすることで痛いという感覚をなくすことができますので、いろいろな手術に応用されております。出産をするときに無痛分娩をしようと考えている方は、今回ご紹介する肛門外麻酔を行いますので、少しでも参考になれば幸いです。こちらの肛門外麻酔のシーンを参考にしてみてください。肛門外麻酔を行っているクリニック、行っていないクリニックがありますが、広い範囲の手術を日帰りで安全に確実するためには私は必要だと思います。脂肪吸引の手術で大事なのが麻酔です。施術を受けるお客様の痛みをしっかりと抑えた状態で手術をしないとうまくいきません。お客様が麻酔で寝ていたとしても痛みを抑えられていなかったら、痛くて体が動いてしまいます。動いている状態ですとうまく脂肪吸引の手術はできませんし、危険です。脂肪吸引の手術で失敗してしまう原因の一つに、麻酔で痛みをしっかりと抑えられていない状態で手術をしてしまうというのがあります。特に太ももの手術、お腹周りの手術をするときは、安全に、そして脂肪をムラなく吸引するためには硬膜外麻酔は必要です。硬膜外麻酔までしっかりとできるのか、これもドクター選びのポイント、クリニック選びのポイントになりますので、ぜひ参考にしてみてください。次に、脂肪吸引をする上での限界まで吸引するリスクやボコボコになってしまうリスクについて説明します。
脂肪菌を説得するなら限界まで脂肪を吸引したい、カリカリになるまで脂肪を吸引したい、そのように思う方も多いのではないでしょうか。限界まで脂肪を吸引するリスクは大きく分けて2つあります。1つ目のリスクが皮膚の色素沈着が出るということです。色素沈着とは皮膚の色合いのことです。脂肪菌の生成をすると皮膚の色合いが元の皮膚の状態に戻るまでに大体3ヶ月から6ヶ月ぐらいかかります。顔は血流の流れが豊富ですので、顔の脂肪菌の人としても色素沈着が出ること目立つことは少ないのですが、二の腕や太ももふくらはぎの脂肪吸引では限界まで脂肪吸引しなかったとしても、体質的に最初の数ヶ月間は色合いが元に戻るまで時間がかかる人がいます。ただこの色素沈着に関してはご自身でしっかりとマッサージすることで改善できまして、マッサージの頻度やマッサージの仕方で皮膚の色合いの回復までの期間を早めることが可能になります。脂肪を限界まで吸引してしまうと色素沈着が結構出るのと回復までの期間が伸びてしまいます。これはなぜかと言いますと、皮膚がいい状態の色を保つためには最低でもほんの少しの脂肪が必要だからです。脂肪を限界まで吸引してしまいますと皮膚の色合いを保つための脂肪すらなくなってしまいますので、皮膚の色合いが悪くなります。最終的には皮膚の色素沈着が改善されますが、回復するまでにかなりの時間がかかってしまいまして、ダウンタイムの期間が伸びてしまうのです。2つ目のリスクがボコつきです。脂肪菌を限界まで行うとボコつくリスクはかなり高くなります。人間の体は皮膚があって脂肪があって、その下に筋肉があります。限界まで脂肪を吸引しますと皮膚の下の脂肪がなくなりますので、皮膚の下が筋肉になります。人間の体は筋肉の形が浮き彫りにならないように、その上に脂肪がある程度ついてます。その脂肪が全てなくなってしまうと筋肉の形が分かりやすくなってボコつきが生じます。人間の体は複雑な構造をしてまして、たくさんの種類の筋肉がいろいろな方向に走っています。筋肉と筋肉の間はくぼみになってますので、限界まで脂肪吸引するとそのくぼみが目立ちやすくなるのです。脂肪吸引するときはそのくぼみ部分が目立たないようにうまくコントロールをしながら形をデザインしていくのですが、限界まで脂肪吸引するとどうしても筋肉の形が分かりやすくなってしまうのです。ただ中には筋肉の形がはっきりと見えるくらいまで脂肪吸引してほしいというお客様もいらっしゃいますので、もしご希望があれば事前にご相談していただければと思います。脂肪を極限まで取りたい、極限まで取ればいいと思っている方もたくさんいると思いますが、実は脂肪を取りすぎないで細くすることも非常に大事な技術になってきます。最低限の脂肪は残さないといけないのです。特に私が脂肪吸引するときに意識しているのが、ボコボコにならない限界まで脂肪吸引して細く美しく滑らかに仕上げることです。ボコボコにならないことを意識するあまり、脂肪を取らなすぎても満足のいく結果が出ませんので、しっかりと脂肪を吸引しつつかつボコボコにならないように脂肪菌することを心がけております。脂肪菌は全ての脂肪を根こそぎ取ればいいというわけではない、限界まで吸引するとリスクがあるということを知っていただければと思います。せっかくする脂肪吸引の手術、可能な限り限界まで脂肪吸引したいなど、皆さんいろいろなリクエストがあるかと思いますが、私は全員は全員脂肪吸引しているわけではありません。中にはカウンセリングをしてお断りさせていただいているケースもあります。次の項目では脂肪吸引を断るケースについてご説明いたします。数多くのお客様に施術のカウンセリングに来ていただき本当にありがたいのですが、どのようなお客様をお断りさせていただいているのか、あるいはどのようなお客様が脂肪菌の手術できないのか、3つのパターンをご紹介いたします。パターン1、理想が高すぎるお客様。理想が高すぎる人は、私がいくらうまく施術を行ったとしてもさらにその上を望まれたりしますので、施術後もどうしても納得していただかないケースが多いです。最初にどれくらいのなりたいイメージがあるのかをしっかりと聞くようにしておりまして、お客様のイメージが明らかにかけ離れているというか、私の技術ではできない場合はお断りさせていただいているケースはあります。例えば二の腕の脂肪菌の手術で絶対に5センチ細くしたいですって言われた時に、もともとついている脂肪の量的にはどんなに頑張って二の腕の脂肪菌の手術をしたとしても 2,3 センチしか細くならないこともあります。このような場合は私の技術では難しいのでお断りさせていただいております。例えば二の腕脂肪菌の場合、理想の二の腕の写真を見せていただくことも多いですが、現実的に難しいこともあり、その場合は素直にできないとお伝えさせていただいております。年齢、身長、体重、筋肉のつき方、骨格、皮膚の厚み、もともとについている脂肪の量、必ず全員個人差がありますので、なりたい理想の二の腕があったとしても理想の二の腕の写真を見る限り、お客様ご自身とかけ離れていることもあります。ご自身がなりたい理想の二の腕の形に近づけることはできたとしても、全く同じように仕上げることができないこともあります。こちらは二の腕のビフォーアフターの症例写真になりますが、このアフターの写真みたいに二の腕をカリカリにしたいっていう相談もあります。
結論から先に言いますと、こちらは詐欺症例写真になりますので、こんなに細く二の腕を仕上げることはできません。症例写真の見方についてはこの動画の前半部分でしっかりと解説しておりますので、再度確認してみてください。パターン2、脂肪吸引の再手術をご希望のお客様。再手術に関しては全員お断りさせていただいているというわけではなくて、断るケースもあるということです。退院で施術を受けて納得していただけなかったお客様がよく私のところに相談に来ます。施術をして1週間目とか2週間目とかで全然細くならなかったから再手術をお願いしたいというお客様は全員お断りさせていただいております。1週間目や2週間目というのはダウンタイム中ですので、これからまだまだ細くなる段階にあります。大抵でも3ヶ月は様子を見ていただいた上で、それでも納得いただけない場合は再手術の対応をさせていただいております。施術から3ヶ月以降で再手術のご相談にいらっしゃるお客様でもお断りさせていただいているケースもあります。実際に診察をしてみて、まだ脂肪が取れる場合は脂肪が取れると言いますし、もうこれ以上脂肪が取れない場合は素直に取れないと言います。お客様的には脂肪だと思っている部分が実は皮膚の厚みやたるみだったり筋肉だったりする場合も多いです。私自身退院修正はかなりの数担当させていただいておりますので、気になっている方はぜひ一度カウンセリングにお越しいただければと思います。パターン3、安全上施術を行いケース。意思疎通を取ることができないお客様はまずお断りさせていただいております。 BMI が30を超えているケースも断る場合があります。BMI っていうのは体重割る身長割る身長で計算することができまして、日本人の平均は18から22と言われております。麻酔をして手術をする安全上 BMI が高すぎる方はリスクが高いですので、お断りさせていただいているケースもあります。この数字はあくまでも目安ですので、 BMI が30を超えてるけどもという方も、もともと筋肉質であるとかいろんな理由があるかと思いますので、まずは一度カウンセリングに来ていただければと思います。実際にどのような方をお断りしているのか、3つのパターンをご紹介しましたが、私自身何でもかんでも手術をするっていうわけではなく、あくまでもお客様がどういうふうにしたら良くなるのかを常々考えながら手術をしております。あくまでも良くなる方向に一緒に持っていけたらと思いますので、しっかりと提案させていただき、その上で納得した上で施術をさせていただければと思っております。なので大変申し訳ないのですが、人によってはお断りさせていただいているケースも正直あるということをご理解いただければ幸いです。脂肪系の手術で断るケースについてお伝えしましたが、次の項目では脂肪系の手術の年齢の限界についてです。自分は脂肪系の手術をしたいけれども、自分の年齢的に脂肪系の手術ができるのか知りたい方も多いのではないでしょうか。結論から先に言いますと、年齢の限界はありません。健康であるならば何歳でも脂肪系の手術をすることは可能です。ただ私の経験的に何歳くらい前に脂肪系の手術をしておいた方がいいのかなどはあります。もしも脂肪系の手術をしようか悩んでいるのならば、若ければ若い子が早く手術をするに越したことはありません。20代30代が理想的です。脂肪吸引をする部位、どの部位においても共通することですが、二の腕の場合で説明していきます。なぜ二の腕の脂肪吸引を20代30代の早いうちにしておいた方がいいのかと言いますと、気になる二の腕の脂肪をそのままにしておくと将来二の腕がたるんでしまうからです。二の腕に脂肪がつけばつくほどその分二の腕が太くなると思いますが、二の腕が太くなればなるほど脂肪の重みで二の腕の皮膚が伸びてしまいます。一度伸びてしまった皮膚を元に戻すのは大変です。よくテレビ番組とかで20キロとか30キロのダイエットに成功したけれども、皮膚の皮だけが余ってしまった人もいるかと思いますが、二の腕も同じで、一度伸びすぎてしまった皮膚を元に戻すのは難しいのです。皮膚の状態も年齢によって大きく変わってきます。10代の若い方の皮膚の状態と50代60代の方の皮膚の状態は全然違うと思います。若い方の皮膚の方がみずみずしくて張りと弾力がありますよね。二の腕脂肪吸引した後は脂肪がなくなると同時に皮膚も縮みます。脂肪だけがなくなっても皮膚がそのままだったらたるんだ二の腕になってしまいますので、二の腕脂肪吸引をした後は拘縮といって皮膚が硬くなって縮みます。この皮膚の拘縮ですが、みずみずしくて張りと弾力がある20代30代の方の二の腕の方が起きやすいです。40代50代と年齢が上がるにつれて二の腕の皮膚の張りや弾力がなくなってきますので、拘縮が起きづらくなります。40代50代の脂肪吸引が難しいとされている理由は、脂肪を取りすぎてしまいますと逆に皮膚が余ってたるんでしまうからです。なので40代50代の二の腕の脂肪吸引はかなりの技術と経験が求められますし、積極的に二の腕の脂肪吸引をしようと思うドクターはあまりいないと思います。中には断られてしまったというケースもあります。
私の場合20代30代はもちろんのこと、40代50代でも二の腕の脂肪筋はかなりの数担当しておりますし、お客様の皮膚の状態や脂肪のつき方を一人一人確認しながらしっかりと施術を行っています。最近ですとたるみに特化した施術、エンドレス RF という施術があります。皮膚ごと縮めてくれる施術になりますので、もともと皮膚のたるみがある方や脂肪吸引することでたるみが気になる方は脂肪吸引の施術とエンブレス RF の施術を組み合わせて行うとさらなる効果を期待できますので大変人気な施術になっております。もちろん限界はありますが、たるみに特化した施術ですので非常に効果的です。40代50代でも脂肪吸引して十分変わりますし問題はありません。ただ脂肪吸引した後の回復までの期間が若い人と比べてかかってしまうっていうのは事実だと思います。若い人の方が何でも回復力は早いですよね。怪我をした時の傷の治り一つとっても年齢を重ねるごとに遅くなったと思った経験がある方も多いのではないでしょうか。脂肪吸引した後の内出血や皮膚の色合いが元に戻るまでの期間は年齢を重ねるごとに遅くなっていきますし、ダウンタイムの期間も伸びていく傾向にあります。脂肪吸引後の拘縮による皮膚の縮みや内出血の回復力など総合的に考えても20代30代のうちに脂肪吸引しておくことはとても理想的です。今までなかなかタイミングがなくて脂肪吸引することができなかったという方も多いと思いますが、脂肪吸引は遅くても40代後半ぐらいまでにはしておいた方がいいのかなって個人的に思います。日頃からクリームなどを塗って肌を保湿ケアしている方は40代50代になっても弾力のあるお肌の方が多いと思います。40代後半ぐらいまでにしておいた方がいいということに関しましては、あくまでも目安の年齢というふうに思っていただければと思います。もちろん50代60代でも脂肪吸引できますし実際に担当しております。脂肪吸引は何歳だからできないということはありませんので、もしも自分の年齢的に脂肪吸引しても大丈夫なのか、あるいは自分の希望する部位を脂肪吸引しても問題ないのか不安な方がいらっしゃいましたら一度カウンセリングに来ていただければと思います。他にも脂肪吸引の手術をする上で知っておくべき知識をいくつかご紹介していきます。この項目ではこれから結婚式を迎えようとしている花嫁さんに向けての内容になります。結婚式を迎える前に本気で部分痩せをしたいと思っている方、今までいろいろなダイエットをしたけれどもどうにもならなかった方は必見の内容です。結婚式前に人気の脂肪吸引の部位としては顔と二の腕があります。結婚式の日程が決まると結婚式当日何のドレスを着ようか何ヶ月も前から考える花嫁さんは多いと思いますので、二の腕に焦点を当ててお話ししていきます。一生の一度の結婚式で一番輝いた姿で憧れのドレスを着たいと思って実際にドレスの試着に行くと思います。せっかく憧れのドレスが見つかったのに、いざドレスを着てみると鏡に映った自分の姿を見て二の腕が気になるとかハメ肉が気になるとかで、これだと結婚式本番やばいと思ってダイエットをしようと決意する方も非常に多いのではないでしょうか。今まで全くダイエットをしてこなかったのに急に結婚式前になってダイエットを始めてもなかなかうまくいかなかったりしますよね。エステサロンに行ったけども全然二の腕が痩せないとか、いろいろな筋トレやエクササイズをしたけれども二の腕が全然痩せないとか、もう二の腕がどうにもならなくて二の腕の脂肪吸引する方が本当に多いです。この項目では結婚式前に二の腕の脂肪吸引するメリットだけではなくて、もしも結婚式前に二の腕の脂肪吸引する場合は一体いつまでにしておくべきかについてもお伝えしていきます。まず結婚式前に二の腕の脂肪吸引する一番のメリットは、一生で一度の一番輝いている時に憧れのドレスを着て美しくいれることです。結婚式当日は自分が思っている以上に意外と見られております。結婚式での誓いの言葉をするときは後ろを向きますので、ドレスからはみ出ている肩や二の腕や背中はどうしても人目につきますよね。もちろん二の腕が一番気になる人が多いのですが、どの角度から見られてもいいようにドレスが似合う二の腕美人になれたらいいですよね。結婚式前に脂肪吸引された方の手術前と3ヶ月後の写真です。どの角度から見ても引き締まったボディラインで入れたら嬉しいですよね。脂肪吸引するとボコつくのではないかと心配に思っている方もご安心ください。こちらの動画を見ていただきたいのですが、つまめていた二の腕の脂肪もなくなり、とても自然な感じで仕上がっているのがわかるかと思います。ではもし結婚式前に二の腕の脂肪吸引をする場合、一体いつまでにしておけば良いのでしょうか。ここはとても大事なポイントですので、しっかりと聞いておいてください。結婚式当日にベストな状態でいることが一番の理想だと思いますので、脂肪吸引する場合は逆算して予定を組む必要があります。
実際に結婚式の日程が決まっている方で、その結婚式から半年や1年も前から準備する方も、私が二の腕の脂肪筋を担当しているお客様の中にはいらっしゃいます。とても計画的だと思うのですが、中には結婚式まで半年も1年も時間がないという方もたくさんいます。結婚式前のいつまでに二の腕の脂肪筋をしておいた方がいいのか、先に結論を言ってしまいますと、遅くても3ヶ月前までが理想的です。どんなに遅くても2ヶ月前くらいだと個人的には思います。1ヶ月前でも二の腕の脂肪筋する前よりは細くなっているとは思いますが、むくみがまだ残っている状態ですし、しっかりとした仕上がりのことを考えると1ヶ月前はあまりおすすめはしません。最悪2ヶ月前でも個人的にはいいのかなと思いますが、しっかりと余裕を持って成長するのをおすすめいたします。基本的には最低3ヶ月、理想は6ヶ月くらい結婚式まで時間があると最高だと感じています。また結婚式前だけではなく、出産前後に脂肪筋を検討している方も多いのではないでしょうか。次の項目は出産前後の脂肪筋についてです。この項目では子供を産んだ後、いつから脂肪筋することができるのかと、実際に脂肪筋をする上での注意点をお伝えしたいと思います。よくお客様からいただく質問として、これから出産を考えているのですが、出産する前に脂肪筋をした方がいいのですかとか、子供を産んで現在授乳中ですが、どれくらいしたら脂肪筋することができますかとか、出産前後での脂肪筋の相談が多いです。この項目では出産前後に脂肪吸引するタイミングと注意点だけではなくて、脂肪吸引することで子育てに影響しないかまで詳しく説明していきます。いろいろな意見があるかと思いますが、もしも脂肪吸引を検討しているのならば、私は出産する前に脂肪吸引をしておいた方がいいかと思います。ただし妊娠中は脂肪吸引ができません。もし妊娠中に脂肪吸引をした場合、お腹の赤ちゃんの成長に悪影響を与える可能性があります。脂肪吸引の手術は麻酔を使いますので、赤ちゃんがお腹の中にいる状態では麻酔の影響で赤ちゃんに何があってしまうリスクがありますので、手術ができません。出産後の産後太りに悩まれている方は多いと思いますが、特に二の腕のお悩みが多いです。私だけかもと思っている方、たくさんの方が悩んでいますし、このような相談もとても多いですのでご安心ください。出産後に二の腕が太くなってしまう原因はいくつかありますが、その一つが体重が増えることによって二の腕にも脂肪がついてしまうということです。妊娠によって今までしていた運動をしなくなったとか、たくさん食べるようになったとか、産後にストレスが溜まってしまったなど、太ってしまう理由はたくさんあると思います。体全体の体重が増えることで二の腕にも脂肪がつくことは当たり前のことです。しかし出産前に二の腕の脂肪筋をすれば、出産をきっかけに体重が増えたとしても二の腕は全然太りません。これは最初の脂肪吸引のメカニズムについて説明した部分を再度確認してほしいのですが、脂肪吸引の手術は脂肪細胞そのものを取る手術のことです。脂肪細胞をそのまま除去するということで、普通の部分痩せやダイエットと違って基本的にリバウンドすることがありません。なので出産前に二の腕の脂肪吸引をした方は、たとえ出産をきっかけに体重が増えたとしても二の腕は全然太らずに過ごすことができます。出産した後ですと子育てや家事やたくさんしないといけないことがありますので、何かと自由な時間がなくなって、なかなか自分自身の美容に時間とお金を割けなくなってしまう方が多くいます。出産をすると二の腕に脂肪がつくから、出産をして二の腕がもっと気になってから脂肪吸引をしようという考えではなく、出産をする前から二の腕が気になっている方は、出産後にさらに二の腕が気になってくる前から脂肪吸引をしておこうと考えていただいた方が個人的には良いかと思います。その方が二の腕がたるむリスクは圧倒的に少ないですので、私は出産前に脂肪吸引することをお勧めいたします。それでは出産後に脂肪吸引する場合、いつから脂肪吸引ができるのでしょうか。そして産後、子育て中の脂肪吸引はどんなリスクがあるのかを説明いたします。出産後できるだけ早く脂肪吸引したいと思う方もたくさんいらっしゃいます。出産後どれぐらい経ってから脂肪吸引することができるのかと言いますと、実はいつからでも可能です。赤ちゃんにミルクをあげる授乳期間中も二の腕の脂肪吸引をすることができるのですが、脂肪吸引した後の約1週間は授乳を一時的に中断していただいております。手術をするときは麻酔を使いますが、麻酔が1週間ずっと効き続けているわけではありません。あくまでもミルクを飲む赤ちゃんの安全面を考えて、約1週間は授乳を控えていただいております。赤ち
ちゃんの中には母乳は大丈夫だけども人工ミルクを飲むことができない赤ちゃん、苦手な赤ちゃんもいますよね。なのでもしも授乳期間中に二の腕の脂肪菌をする場合は赤ちゃんが人工ミルクを飲むことができるのか前もって確認しておいてくださいね。人工ミルクを飲むのが全然大丈夫であれば全然問題なく授乳期間中も脂肪菌することが可能です。脂肪菌した後1週間だけ人工ミルクを飲んでもらい、その後は通常の授乳で構いません。最後に出産後に二の腕脂肪菌をしても子育てに影響があるのかないのかについてお伝えいたします。出産後は赤ちゃんの面倒を見ないといけませんので何かと時間がありません。筋トレやエクササイズでゆっくり時間をかけて二の腕痩せするのがめんどくさいとか、子育て中は会社を休んでいるから出勤している時よりはダウンタイムを気にしなくて良いなど、出産後に二の腕の脂肪菌をしたい理由は人それぞれです。出産後に二の腕の脂肪菌をしようと思っている方は本当に二の腕を上げることができるのか、赤ちゃんを抱っこすることができるのか、問題なく子育てすることができるのか、ここが一番不安なところだと思います。二の腕脂肪吸引で一番辛いのが最初の3日間ですので、この3日間のうちに赤ちゃんをずっと抱っこしていないと難しい状況ならば不可能ではないですが、二の腕脂肪吸引をすると辛いと思います。家族が協力してくれて赤ちゃんを抱っこしてくれたりとか面倒を見てくれる方がいるのであれば大丈夫かと思いますが、ダウンタイムを乗り切りながら赤ちゃんの面倒を一人で見ながら脂肪吸引するのはとても大変だと思います。赤ちゃんが生まれたばかりは子育てにも慣れないこともあって不安だと思いますので、ある程度赤ちゃんも成長してきて子育てに慣れてきた、出産して半年から1年経ったくらいから二の腕の脂肪菌を検討するのがいいかと個人的には思います。二の腕の脂肪菌は日帰りで手術することができますので、赤ちゃんを預けている間にクリニックで施術を受けて帰ることも可能です。出産後に二の腕の脂肪菌を受けるタイミングにつきましてはいつからでないとできないみたいな制限はありませんので、赤ちゃんの成長の様子を見つつ周りの家族の協力を得られるのを確認しつつベストなタイミングを見つけていただければと思います。出産して二の腕が気になっているけれども一体いつから二の腕の脂肪菌ができるのか悩んでいる方もぜひこの項目を参考にしてみてください。ここまででももうかなりのボリュームで脂肪菌の手術を失敗しないで行うための準備が整ってきたと思いますが、脂肪菌の手術は手術して終わりではありません。その後に圧迫する必要があります。次の項目は脂肪菌した後の大まかな部位別の圧迫の日数と考え方についてです。脂肪吸引の手術はしたいと思っているけれども手術をした後に圧迫をしないといけないとなるといつから仕事に復帰できるのか不安に思っている方も多いのではないでしょうか。できることなら圧迫をする日数を少しでも減らしたいですよね。私は脂肪吸引の手術をするときにアフターケアも含めて最短ダウンタイムで最大変化をコンセプトに行っております。この項目ではそれぞれの部位別のベストな圧迫の日数をお伝えしますので参考にしてみてください。私は脂肪吸引の手術をするときにあざむき身抑制ドレナージ法という方法を取り入れております。こちらに関しては以前美容外科学会で発表した内容になりますが、この方法を取り入れることで圧迫をする期間も短縮することができております。顔の脂肪吸引の場合ですと手術後にこちらのようなフェイスバンドをつけます。フェイスバンドを長い間つけているとなかなか仕事に復帰するのが難しいと思います。私の場合手術をした翌日の朝までフェイスバンドをつけていただいてその後は外していただいております。実際のところフェイスバンドでの圧迫のしすぎもかえってむくんでしまいますので、適度な日数と適度な圧迫の強さが一番望ましいのです。当院の私が担当するスタッフさんも皆さん翌朝までの圧迫で翌日の仕事から問題なく復帰しております。こちらは当院スタッフさんの実前と1年後の写真ですが、長期的な仕上がりも問題ありませんので翌朝までの圧迫でも綺麗に仕上がります。続いて体の脂肪吸引の圧迫です。二の腕の場合はこちらのボレラという着圧着を着ます。最初の1週間は着ていただいて1週間目から2週間目は可能な時のみつけるで問題なく、2週間目以降は圧迫の必要はありません。2週間もすると半袖ノースリーブを着ても二の腕脂肪吸引したことすらバレないと思います。太ももの場合は脂肪吸引する範囲も広いということもあり、こちらのように包帯でぐるぐる巻いていきます。そして3日後に包帯の圧迫を切って解除します。その後は二の腕と同じで最初の1週間はしっかりと履いていただいて、1週間目から2週間目は可能な時に履くので問題なく、2週間目以降は圧迫の必要はありません。意外と知らない人も多いかと思いますが、実は太ももの脂肪吸引は圧迫の仕方がとても大切です。圧迫をうまくすることができないと、たとえうまく吸引できていたとしても太ももがボコついたりシワになったりしてしまいます。太ももの圧迫をしてくれるのはクリニックのナースさんですので、圧迫をするナースさんの技術もとても大切ということです。
太もも脂肪吸引の症例数が多いクリニックを選ぶことも失敗しないために大切なことですので知っておくといいと思います。お腹の脂肪吸引の場合は安全面のことも考えて一度翌日に来ていただいております。それ以降のことは基本的に二の腕と太ももと同じです。お腹の脂肪吸引は技術的にも一番難しい部位になるかと個人的には思いますが、綺麗に仕上げるためには圧迫の時のお客様の姿勢も大切です。脂肪吸引後にお腹を丸めた姿勢で長時間過ごしてしまいますとお腹に不自然なシワができてしまいますので、最初の1、2週間は姿勢を意識するように心がけてください。今回ご紹介しているのは私があざむくみ抑制ドレナージ法を用いて最短ダウンタイムで脂肪吸引する時の圧迫の日数になります。圧迫の仕方や日数、考え方は担当するドクターによって全然違うと思いますので、気になっている方はまずは担当のドクターに直接聞いてみると良いと思います。繰り返しにはなりますが、私は最短ダウンタイムで最大変化をコンセプトに脂肪吸引しております。私のクリニックのスタッフさんも全員この方法で最短で仕事に復帰しておりますので、脂肪吸引をしたいけれどもなかなか休みが取れない方、少しでも早く社会復帰したい方はこの項目でお伝えした部位別の圧迫の日数について参考にしてみてください。圧迫の日数については理解したけれども、圧迫着はどうすればよいのか、どこで購入すればいいのか疑問に思っている方、正しいサイズの選び方が分からなくて悩んでいる方も多いのではないでしょうか。次の項目は圧迫着の正しい選び方についてです。脂肪吸引の手術を失敗せずに行うためには正しいサイズの圧迫着を着る必要があります。そもそもなぜ圧迫をする必要があるのかご存知でしょうか。脂肪吸引の手術では皮膚があって脂肪があって筋肉がある、この脂肪の層を脂肪吸引で吸います。脂肪がなくなるとなくなった空間を埋めようと生理的なお水が溜まってしまいます。なるべくこのお水が溜まらないようにしっかりと圧迫する必要があります。それだけではなくて脂肪吸引した後の細かい出血を予防するという意味でしっかりとした圧迫は効果的です。大きめなサイズですと全然圧迫されなくて意味ないですし、小さめなサイズだときつすぎて後になったり他の部分がむくんだりして仕上がりにも影響してきます。なので自分の体のサイズに合っている圧迫着がとても大切です。圧迫着を施術を受けるクリニックで購入していただいても市販で購入していただいてもどっちでも良いと思います。大事なのは自分の体のサイズに合った圧迫着を着ることです。市販で購入したものを持ってきたり、友達からもらったものを持ってきたりする方もいらっしゃいますが、自分の体に合わない人も多いですし、トラブルの原因になってしまいます。当院ではどのような方にも対応できるように、すべてのサイズの圧迫着はかなりの枚数揃っておりますので、お客様の体のサイズに合うベストなものをお渡しできると思いますし、万が一合わなかった場合、他のサイズのものと交換できますのでご安心ください。圧迫着の購入に関しては結論、施術を受けるクリニックで購入するのがベストです。この動画の後半では脂肪吸引の手術を受ける上でダウンタイムを極限まで抑える事前準備や、脂肪吸引した後にダウンタイムを抑える工夫、そしてもしも手術をしてみて自分が失敗したと感じた場合の対処法についてお伝えしますが、その前にまずは部位ごとの傷の位置や症例のビフォーアフター、ダウンタイムの経過などを細かく知る必要があると思いますので詳しく解説していきたいと思います。まず顔について、とにかく小顔になりたい方、二重顎が気になる方、笑った時のほっぺの膨らみが気になる方、年齢とともにフェイスラインのたるみが気になってきている方、顔に関する悩みは本当に人それぞれだと思います。大事なのは悩みがあるお客様を最大限良くするためにどこまでしっかりと提案ができるのか、これが顔の脂肪吸引するためにはとても大切なことだと思います。顔の脂肪吸引をしたのに逆にたるみがひどくなってしまったケースや、ほっぺのもたつきが全然解消されなかったケースなど、日々診療していると色々なケースの単位修正の相談の方がいらっしゃいます。SNS が発達した現代、顔の脂肪吸引はとても手軽にできると思っている方が多いと思いますが、実は奥が深く、しっかりと準備をした状態で清掃しないと結果的に失敗してしまう可能性が高いんです。人間の顔はとても複雑な構造をしておりまして、細かく脂肪の区画で分かれております。こちらの写真を見ていただきたいんですけども、顔の脂肪吸引の部位は頬骨上、頬、顎下と分かれておりまして、さらにメーラーファット、ジョールファットがあり、口の中に傷を作って取る脂肪としてバッカルファットがあります。顔の骨格や筋肉の構造は人それぞれですし、もちろん脂肪のつき方、皮膚のたるみ具合も全然違います。悩みも全員違いますので、一人一人に最適な提案も違ってきます。
全員顔の脂肪筋だけをして綺麗になればいいと思いますが、そう簡単にうまくいかないのが人間の顔の複雑なところです。バッカルファットやメーラーファットは取らない方がいいとか、顔の脂肪筋と糸リフトの組み合わせは意味がないとか、そもそも顔の脂肪筋はしない方がいいとか、いろいろなことを言うドクターがいて、情報が多すぎて結局何が正しいのかわからなくなり、混乱する方も多いのではないでしょうか。簡単にまとめますと、ドクターは自分のできる範囲の施術までしかお客様に提案しないということです。糸リフトしかできないドクターは顔の脂肪筋をしなくても小顔になるって言うと思いますし、バッカルファット除去術ができないドクターは顔の脂肪筋だけで十分ほっぺのもたつきを改善できるとか、バッカルファットは取るとこけるから絶対取らない方がいいとか言うと思います。バッカルファットもメーラーファットもしっかりとした正しい診察のもと、適応のある人が適量を取るから綺麗に仕上がるわけで、これも技術と経験が必要になってきます。こちらは顔の脂肪筋と同時にバッカルファットとメーラーファットを取り、さらに糸リフトで綺麗に輪郭を整えた術前と1年後のビフォーアフターの症例写真になりますが、しっかりとした適応を理解して精通を行えば、全体のバランスを整えて綺麗に仕上げることは可能です。決してこけたりはしません。中にはもともとたるみが強い方で、脂肪筋と糸リフトのみの精通だけだと良くならなかったりするケースもあるのです。そのような時は脂肪筋と切開リフトの組み合わせの精通を提案することもあります。こちらは私の実の母の切開リフトを行った時のビフォーアフターになります。脂肪筋と糸リフトではどうにもならない皮膚の余りとかたるみを改善するのに、切開リフトはとても良い施術だと思います。年齢が若い方でも自ら切開リフトをご希望される場合は、お客様の希望を尊重して切開リフトの施術をすることもあります。カウンセリングにいらっしゃるお客様の悩みを聞いて、その方にとってのベストな提案をして最大限綺麗にするのが私の役目だと思っております。本当は切開リフトが適応だけれども、どうしても切りたくないお客様、本当はバッカルファット除去術が適応だけれども、今回自分が考えている予算では難しいので今回は精通したくないと思っているお客様、いろいろな方がいると思いますが、最終的には精通を受けるお客様が一番納得する形で私自身力になれればと思っております。顔の脂肪筋のドクター選びで失敗しないためには、そのドクターがどの範囲の精通まで可能なのか、そして実際にその精通したビフォーアフターの写真の仕上がりはどうなっているのか、そこまで知っておく必要があると思います。これは前の項目で解説したドクター選びのポイントにもつながることかと思いますので、後悔しないためにも必ず知っておいてください。気になる顔の脂肪筋の傷口ですけども、耳の後ろをそれぞれ1箇所と顎下1箇所、いずれもバレないところから行います。メーラーファット除去は唇の間から、バッカルファット除去は口の中から傷を作って行っています。次に顔の脂肪筋のダウンタイムについてです。こちらは顔の脂肪筋を実際にしていただく方の3日目、1週間目、1ヶ月目、3ヶ月目のダウンタイムの経過です。結構3日目とか4日目、5日目くらいまで結構腫れてて、顔が正方形みたいになってここがすごく腫れたんですけど、さっき携帯で顔見たら結構落ち着いてて、もうちょっと続くのかなって不安になってたので、ちょっと戻ってきてよかったです。ちょっと黄色くなってる、これってもうメイクではあんまり分かんないですか。そうですね、ここもまだあるんですけど、多分メイクして全然、そうですね、この辺とかもちょっと黄色いんですけど、メイクでは分からない。1ヶ月は僕はまだ完成形じゃないなと思うんですけど、精神的にはどうですか。そうですね、もう横はだいぶ私的にはもう大満足するくらいシュッとしてて、すごい大満足なんですけど、まだ正面がちょっとここのところがぷくっとしてて、ここはもうだいぶ元の顔より顎先がシュッとしたなっていう感じです、触るとボコボコしてるなっていう感じはします。やっと3ヶ月目になってもだいぶ全ての効果がより分かってきたなっていう感じで、本当に写真とか動画とか撮る時も加工したみたいな感じでもシュッてなってて、だいぶここはもうやった直後からだいぶスッキリしてたんですけど、正面から見た時のここの凝縮張りっていうか、ここが腫れてる、そうそう、むくみですよね。そうですね、それがだいぶ3ヶ月目で結構良くなりました。ダウンタイムの期間はいろいろなことが起きますが、顔の脂肪筋の場合、本当の完成形は6ヶ月以降ですので、待っていただければ必ず綺麗に仕上がりますのでご安心ください。こちら症例写真としても見ていただきたいのですが、正面から見るとまだ1ヶ月目はむくみが強いと思います。ダウンタイムの正しい経過を知っておくと、自分が今どの段階にいるのか分かると思いますので、脂肪筋する前は必ずダウンタイムの経過を確認しておきましょう。二の腕について。二の腕の振り袖部分のお肉が気になっている方、手を下ろした時の肩の部分の横への張り出しが気になっている方、とにかくカリカリにしたい方、
二の腕だけではなく背中全体のお肉も気になっている方、二の腕周りのお悩みは人それぞれです。とにかく振り袖の部分のお肉を何とかしたいから二の腕脂肪筋をしたい、振り袖部分しか気にならないって人もいると思いますが、二の腕脂肪筋をきれいに仕上げるコツは全体のバランスになります。確かに振り袖部分のお肉だけが気になるって気持ちもわかりますが、振り袖部分だけを吸引して肩の張り出しの部分を吸引しなかったらバランスは悪くなると思います。自分だとなかなか気づきにくい部分にはなりますが、両腕だけ細くなったとしても背中部分、肩甲骨横部分にお肉がついていたらバランスが悪くなってしまいます。なので適応がある方は同時に複数部位を整地するとどの角度から見てもバランスが良い二の腕に仕上げることができると思います。こちらの写真を見ていただきたいんですけども、この方は単位で振り袖の部分だけ脂肪筋をしたそうです。二の腕の振り袖部分は変わっていますが、肩周りの脂肪は吸引していないので、後ろ姿も肩周りの張り出しが目立っているのがわかると思います。脂肪をつまんでいる動画でも肩周りの脂肪がつかめているのがわかると思います。中途半端な脂肪筋をすると最終的には他の部分が目立って気になってしまい、修正手術をすることになってしまいます。こちらの写真のビフォーアフターを見ていただきたいのですが、肩周りの張り出しが強いタイプの方は体全体のバランスを考えて二の腕全周、肩、肩甲骨横を同時に整地するととても綺麗に仕上げることが可能です。この動画の症例写真の見方のポイントの部分でも解説しましたが、同じ条件で体全体が写っている症例だと仕上がりをイメージしやすいと思います。二の腕の脂肪筋も顔と同じで気軽に脂肪筋できると思っている方とても多いと思いますが、実はこの症例写真のようにどの角度から見ても綺麗な仕上がりになるように脂肪筋するのにはかなりの技術と経験が必要で、とても難易度が高いです。SNS でいろいろなドクターの症例写真が掲載されていると思いますが、ここまで全ての角度を載せているドクターはいないと思います。それだけ二の腕の脂肪筋を綺麗に仕上げるのは難しいということです。次にこちらの症例写真を見ていただきたいのですが、こちらのお客様は二の腕だけでなく副乳の部分も気になっていたので、副乳の脂肪筋も同時に行っています。またこちらの動画も見ていただきたいのですが、二の腕の脂肪をつまんでいる動画はごまかせないのでとても信憑性が高いと思います。今紹介した2つの症例に共通して言えることとしては、傷がわからないように一緒に沿って作るということです。こちらの写真は単位で二の腕の脂肪筋をした場合の傷口の位置になります。せっかく脂肪吸引で細くなるのに傷口が目立ってしまったら悲しいと思いますので、傷口がどの位置にできるのかは事前に担当のドクターに確認しておくと良いと思います。二の腕脂肪筋後の毎日のダウンタイムの経過にはもちろん個人差がありますが、こちらの動画を見ていただければ大体はイメージできるかと思います。オペ終わって1日が経過したところです。今日は朝起きてから結構むくみがひどく出てるので、昨日よりちょっと腕が上げづらい状況にあります。今日は術後2日目の夜です。腕の周りとかもかなり昨日より良くなっているので、今日は結構普通に生活ができたかなっていう感じです。髪の毛とかもお風呂で自分で洗って普通にこういう感じでドライヤーもかけれたので、もう結構通常の生活に戻れてるかなと思います。オペが終わって3日目になりました。で、出血の感じは多分結構出てない方かなと思います。こんな感じです。で、腕もここまで圧迫着取ると上がるようになりました。今日で術後5日目になります。で、ちょっと内出血が黄色っぽくかなりなってきたので、ちょっとそれを全体的に見せていこうかなと思います。今日は術後で、6日目になりました。で、ちょっと拘縮が始まってきたのかわかんないんですけど、結構突っ張っている感じがあります。でも腕はもうここまで圧迫着着てても上がるようになってます。今日で術後14日目です。2週間が経ちました。内出血の感じを見せようと思います。もうかなり全部消えてるかなって思います。で、ちょっと拘縮が始まってきてるので突っ張り感あるんですけど、動きも問題なくできてます。今日で術後、20日が経ちました。もう内出血が消えてるのでちょっと拘縮の感じ伝えようと思います。腕上げた時にこの辺とかが結構突っ張る感じ、引っ張られる感じがあるんですけど、それ以外はあんまりないかなと思います。腕もまっすぐ上がるんですけど、これ以上背伸びして伸ばそうとするとちょっと傷口のとことかが釣られて痛いかなっていうぐらいの感じです。お腹について、
上半身はスラッとしているのに下腹だけぽっこり出てるとか、若い頃ならすぐ食事を抑えただけですぐ痩せたのにダイエット運動頑張ってもお腹周りのお肉が全然落ちないとか、出産後体重は戻ったのにお腹周りのお肉だけが気になるようになったとか、自分で頑張って痩せようとしてもなかなかうまくいかないのがお腹周りのお肉、お腹周りの脂肪になります。勇気を出してお腹の脂肪菌をしようと思っていろいろ調べてみると、お腹の脂肪菌は危ないからしない方がいいとか、お腹がボコボコになって失敗してしまった体験談とか出てくるのは事実だと思います。私は全身の脂肪菌を行っておりますが、お腹は難しい方だと思います。なぜ難しいかと言いますと、脂肪菌するときは脂肪菌していない方の手が重要です。例えば二の腕とか太ももですと、皮膚があって脂肪があって筋肉があって骨があります。骨は硬くて動かないですよね。だから反対の手で圧をかけたときにしっかりと均等に圧をかけることができます。お腹の場合ですと皮膚があって脂肪があって筋肉があるのですが、その下が骨ではなくて内臓になります。お腹は押すと入れると思うのですが、そうすると反対の手で圧をかけるときにどうしても均等に圧をかけるのが難しくなります。均等に圧がかけられないので、脂肪が取れているところと脂肪が取れていないところ、ムラが生じやすくなるのです。このムラがボコつきの原因になりまして、ドクターの技術が一番関係してくるところになるのです。逆に言えばお腹の脂肪菌が上手なドクターは他の部位の脂肪菌も上手だと思いますので、ぜひドクター選びの一つの参考にしてみてください。お腹周りはついている脂肪の量によって吸引できる量が全然違ってきます。身長、体重、骨格などで異なりますが、大事なのは症例写真としていろいろな角度があり全体をイメージできるかになります。2つの症例を紹介します。こちらの方は特に下腹部が気になっている方でしたが、お腹全体として綺麗に平らに仕上がっているのがわかるかと思います。こちらの方はぽっこりお腹が解消して綺麗なくびれができていると思います。お腹周りの脂肪菌は人によっては約1ヶ月でかなり効果を実感できる部位です。お腹の脂肪菌は鼠径部のシワに沿ってと、おへその穴の中に一つの傷で綺麗に吸引することができますし、技術と経験、そして適切な麻酔ができれば安全に手術することができますので、ご安心ください。お腹の脂肪菌は怖いとか危ないとか耳にする方も多いと思いますが、まずはダウンタイムの経過を見ていきたいと思います。まずはこちらのお腹の脂肪菌翌日の経過を見てみてください。特にですね、もうやった直後は結構へこみましたよね。はい、特にちょっとシワってなってるのは、これも圧迫だったりするシワシワなので、2日目3日目1週間経つにつれてこのシワはなくなってくるんですね。ちょっと内出血はこの辺とかこの辺とかですね、ちょっとこの辺とか、あとはちょっとこの辺、この辺、そんなの出てないですね。なのでしっかり内出血とか気をつけながら整理すると、翌日でもこんな感じで結構内出血は抑えられるのかなと思いますので、太ももの脂肪菌とか二の腕の脂肪菌した経験あるじゃないですか、はい、それと比べて痛みとかどうなのかとか、実際動きやすいのか体自身はとか教えてほしいんですけど、はい、どうですかね。痛みは痛いんですけど、今までやった脂肪吸引の時よりも腕も足も動くから痛くても動かしやすいし、痛み止めも飲まなくても痛みは自分の中では大丈夫、だけど一応不安で飲んだって感じです。あ、なるほど、はい、見ていただきたいんですけど、こういうふうにちょっと硬くなってるんですよね、1週間目だと。内出血はっていうとあんまないんですよね。ここら辺ちょっとあるくらいかなって思います。ここら辺ちょっとあるかな。こっちはどうですかね。ところどころって感じであんまないのかなって思いますね。ダウンタイムの経過でもお伝えしておりますが、お腹の脂肪菌の手術で大切なのはもちろんドクターの技術ですが、施術を受けるお客様のアフターケアも大切です。特に姿勢を意識することはとても大事で、最初の1週間丸まったような姿勢を続けてしまいますと、仕上がりがこのようにお腹に大きなシワが寄ってしまうことになります。手術後は日々の生活の中で少しでも姿勢を気をつけていただければと思いますので、意識してみてください。太ももとふくらはぎについて、内ももに隙間ができなくて悩んでいる方、太ももの外側の張り出しが気になっている方、お尻と太ももの境目が欲しいと思っている方、とにかくカリカリ美脚にしたいと思っている方、下半身のお悩みは人それぞれです。太もも脂肪菌をきれいに仕上げるコツは全体のバランスになります。確かに内ももだけが気になるとか、外側の張り出しだけが気になるとか、悩みは人それぞれですが、中途半端に脂肪菌すると後で違うところが気になってしまう方がとても多いです。お尻から太もも膝にかけてボディラインをきれいに作ることができるのが脂肪菌の魅力だと思います。こちらの写真を見ていただきたいのですが、どの角度から見ても綺麗に仕上がっているのがわかると思いますし、足が長く見えるようになったと思います。
せっかく太ももの脂肪吸引をしたのにお尻が垂れて足が短く見えてしまったらとても残念だと思いますので、お尻を垂れさせないでかつ美脚に見せる工夫が脂肪吸引とても大事になってきます。実は太ももは体の中で一番筋肉が多い部位ですので、どれだけしっかり脂肪吸引しても内ももに隙間ができないケースもあります。こちらの写真を見ていただきたいのですが、 2500cc としっかりと脂肪は吸引できていますが、足を閉じた時に内ももに隙間ができません。骨格ストレートで筋肉質の方が脂肪吸引するとこのような仕上がりになります。脂肪吸引にも限界がありますので、施術が終わってみて自分は太ももに隙間ができなかったから失敗したってならないように、この症例を参考にしていただければと思います。太もも脂肪吸引と同時にふくらはぎ脂肪吸引もご希望の方もたくさんいらっしゃいます。ふくらはぎ足首の脂肪吸引は太ももと比べても脂肪層皮膚の厚みが薄いので難しい部位になります。他のクリニックで脂肪吸引することができないと断られたお客様を担当することが多いですが、実際に脂肪はしっかりと取れます。ふくらはぎが太い原因が何なのか、脂肪が原因なのか筋肉が原因なのか、脂肪と筋肉両方が原因なのか、そもそもふくらはぎがむくんでいるのか適切に診断する必要があります。こちらの症例を見ていただきたいのですが、脂肪と筋肉両方をスッキリさせると全体にかなりほっそりきれいに仕上げることが可能になります。ふくらはぎ脂肪吸引ができないドクターはふくらはぎのボトックス注射のみを勧めてくる傾向にありますので、ふくらはぎにお悩みの方はふくらはぎの脂肪吸引もしっかりとできるドクターに相談すると失敗する確率を減らせると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。太ももとふくらはぎ脂肪吸引はそれぞれ手話に沿って基礎を作りますので、最終的にはほとんど分からなくなります。こちらの写真を見ていただきたいのですが、膝に傷があるのが分かりますでしょうか。実は膝周りの脂肪をきれいに吸引するのは難しいのです。私の場合は太ももの鼠径部の傷からきれいに膝周りまで吸引することができますが、それができないドクターは膝に傷を作り結果的に目立ってしまうことになります。私のところに来るお客様で足の脂肪吸引の修正依頼で多いのが膝周りの脂肪を取りきれなかったケースです。こちらの動画を見ていただければ膝周りの脂肪をきれいに取り切るコツを説明しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。ヒースの循環っていうのは、こういうふうに振動させることによってこういう動きがなくこことか取ることができるんですね。なのでヒースの循環じゃないとここの部分っていうのは結構満足にやっぱ仕上げることができなかったりするので、膝の上のところですね、こういったところまでしっかりと仕上げたい方っていうのは最初からヒースの脂肪筋とかレーザー併用のヒースの脂肪筋とかをやっておくとやっぱり満足のいる結果が得られるのかなっていうふうに思いますので、ちょっとご紹介させていただきたいと思います。ここ見ていただきたいんですけども、ここが脂肪があるところですね。これ遠くに当てることによってちょっとこういうふうに動かせるだけでもすごい脂肪がついてます。わかりますか。それがこういうふうに中で勝手にこうやって振動してくれるから、ここのところがしっかりしているという、そういった原理だと思います。下半身の脂肪筋、特に太ももの脂肪筋となるとダウンタイムのことが不安な方も多いと思います。範囲が広い部位になりますので、社会復帰前に1週間とか2週間かかると思う方もいると思いますが、ダウンタイムを極限まで抑える吸引方法と、あざむくみ抑制ドレナージ法という方法で成長しますので、3、4日で社会復帰することも可能です。実際にクリニックで働くスタッフさんのリアルな意見を紹介しておりますので、一つの参考にしてみてください。どうでしたかね。手術日含めて3日間は自宅で安静にしてたんですけど、そこから仕事復帰して4日間連続で働いたんですけど、4日間連続が朝のだいたい6時半から働いて、で大体7時ぐらいに終わるっていう形で、結構長時間の勤務を4日間連続で行ったので、結構午後になってくるとむくみがひどくて、なかなか翌朝も取れないっていうことがついたので、結構この感じでむくんじゃってるのかなっていうイメージですね。結構太ももの脂肪吸引すると、ずっと立ちっぱなしだとむくみどん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 下に来てしまうので、太ももから膝までの脂肪吸引したとしても膝から足首にかけて結構むくみとか内出血が取れてきてしまって結構パンパンになってしまう、はい、結構辛いって方もいると思うんですけどもまあそれを4日間続けると結構むくんでしまうと思うし、そんなに早く内出血って効かないと思うんですね。ただやっぱり痛みとかは人それぞれだと思うんですけど、まあ、仕事ができないわけではない、そうですね、そう、まあ、休んでもいいと思うんですけども、まあ、休まないって人も中にはいると思いますので、まあそういった場合は内出血っていうのはこんぐらい出てしまうよねっていう。
これも実際リアルな経験だと思いますので、なし輸血が出たからといって最終的な仕上がりが僕は悪くなるわけではないと思うんですね。必ず最終的には細く綺麗になると思いますので、結構内出血が強く出てしまって不安な方とか、これって本当に細くなるんだろうかとか、逆にその脂肪筋する前よりも今太くて本当に脂肪を吸ったんですかとか、そういったお問い合わせがたまにあるんですけども、経過は本当に様々ですので、内出血強く出るパターンはどのくらい強く出るのかっていうのも知っておくといいのかなと思います。ここまでの動画の内容をすべて頭に入れていただければ、脂肪機能手術で失敗する確率はかなり減ると思います。この後の動画では脂肪機能のダウンタイムを抑える上で役立つ事前準備やアフターケアについてかなり細かいところまで解説していきます。これからお伝えする脂肪機能の事前準備とアフターケアですが、かなり大切になってきます。これを知っているのと知らないのとでは脂肪機能のダウンタイムに差が出てきますので、しっかりと理解して手術に臨みましょう。まずは脂肪機能を受ける当日前に準備しておくことです。脂肪機能の手術前に準備しておくことはいくつかありますが、特に大事なことを3つお伝えいたします。1、貧血予防のためにしっかりと鉄分を取ってください。実は手術で吸引する脂肪細胞の周りには細かい血管が走っていまして、脂肪を吸引すればするほど一緒に血も引けてしまいますので、貧血のリスクが高まります。貧血の症状としてはだるいと感じたり頭痛がしたり、いろいろな症状がありますが、生理の時に貧血になる女性の方は多いと思います。貧血になると立ち上がるのも大変だったり、何もする気が起きなかったりして辛いですよね。脂肪筋の場合、吸引する部位によって貧血のリスクが高いか低いかは変わってきまして、吸引する脂肪の量が多ければ多いほど貧血のリスクは高まります。例えば顔の脂肪吸引ですと、吸引できる量が 100ml 以内ですので、ほぼ貧血になることはありません。それに対して太ももとかお腹周りとか広い範囲の脂肪筋となってきますと、 3000ml とか場合によっては 5000ml とか吸引できる可能性はあります。脂肪を吸引できる量には個人差がありますが、たくさん吸引すればするほど貧血のリスクは高まります。なので太ももの脂肪吸引やお腹周りの脂肪吸引では、貧血にならないように事前に安全上採血をして、安全面を保ちながら手術をすることになります。貧血かどうかは採血をすれば判断することができまして、採血でヘモグロビンという値を見ております。簡単に表現すると、血が濃いのか薄いのかヘモグロビンの値を見ると分かります。あまりにもこのヘモグロビンの値が低い、つまり血が薄いと、安全上手術を中止しなければならなかったりするので、できるだけ脂肪を吸引するためには手術をする前から血を濃くしておく必要があります。ヘモグロビンの値を高める方法、つまり血を濃くする方法は、サプリメントで鉄分を摂取するか、施術を受けるクリニックで鉄剤をもらうかになります。サプリや薬を飲んでからすぐには血は濃くならないので、血が薄い人は手術を受ける1ヶ月ぐらい前から毎日鉄剤を飲んで、ヘモグロビンの値を高めていく必要があります。広い範囲の脂肪筋を検討している方、たくさん脂肪筋したい方は、手術後に貧血にならないためにも事前準備が大切なので、しっかりと貧血対策はしておきましょう。手術後の内出血の回復を早める漢方を事前に準備しておきましょう。脂肪吸引した後に回復するまでの期間をダウンタイムと言っておりまして、このダウンタイムの症状の一つに内出血があります。内出血はだいたい2週間前後で治りまして、脂肪吸引後に内出血を早く抑える方法はこの後の項目で詳しく解説しますが、実は脂肪吸引した後だけではなくて、脂肪吸引する前から内出血をなるべく出させなくする工夫があります。内出血が全く出ないことは不可能ですが、できることなら少しでも早く内出血を抑えたいですよね。この項目では内出血は早く抑えるおすすめの漢方をご紹介いたします。それはこちらの津村軽脂服両眼というものになります。簡単に言うと、血の流れを良くする漢方で、生理痛やニキビにも効果的と言われておりまして、古くから使われております。この漢方を摂取したからすぐに効果が出るというわけではなくて、手術をする前から毎日服用することで、体全体の血の巡りを良くして、内出血を出しにくく、そして内出血が出た場合には早く回復させやすくしてくれます。1、2週間前くらいから飲み始めてみるのが良いかと思います。ちなみにこの津村軽脂服両眼の漢方は、実際に脂肪吸引の手術をした美容クリニックのスタッフ一押しの漢方になりますので、ぜひチェックしてみてください。脂肪吸引後の回復を早めるためには、しっかりと食事をとってください。どうせ脂肪吸引の手術をするから、その前に好きなものを好きなだけ食べて太っても脂肪吸引すれば大丈夫という意味ではありません。
同じ食事に関しても回復を早めることができるものとでないものがあります。手術後の回復で重要になってくるのがアミノ酸とタンパク質です。手術前からの準備としてアミノ酸やタンパク質を積極的に摂っておくことも有効な手段ですので、手術 1,2 週間くらい前からは脂肪吸引に向けての食事を意識すると回復力が変わります。アミノ酸やタンパク質は主に肉、魚、卵、大豆に含まれております。簡単に食べられて外食しやすい脂肪吸引前の一押しの食材としては何といっても豚肉です。アミノ酸についてはロース肉 100g あたり必須アミノ酸だけでもなんと 3000mg 以上含まれております。そして何といっても豚肉はアミノ酸だけではなくビタミン B1 という疲労回復やエネルギーの生産に大きく関わっている栄養素を豊富に含んでいる良い食べ物です。脂肪吸引の施術前には積極的に食べるようにしてみてください。他にも脂肪吸引前だけではなくて脂肪吸引した後に回復を早めることができるおすすめの食事についてはこの後の項目で詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。この項目では脂肪吸引の手術を最高の状態で受けるために必要な準備をお伝えしてきましたが、脂肪吸引の手術前日に意識しておくこともあります。前日の過ごし方次第では手術当日にも影響してきてしまいましたので、しっかりと注意して聞いておいてください。手術前日は楽しみな反面不安な気持ちもあると思います。この項目では脂肪吸引する前日に注意しておくべきポイントを3つお伝えいたしますので、不安な気持ちが少しでも解消され、ぜひ安心した気持ちで手術に臨んでいただければと思います。手術前日はお酒の飲みすぎに注意してください。脂肪吸引の手術前日はどうしてもお酒を飲めたくなる人が多いです。特に普段毎日お酒を飲んでいる人は必ず手術前日にもお酒が飲みたくなると思います。脂肪吸引の手術をした後しばらくお酒が飲めないってなったら、脂肪吸引の手術前日ぐらいは派手にお酒を飲んでおこうってなりますよね。そもそも脂肪吸引の手術をした後は約1週間ぐらいはお酒を控えていただいた方がいいです。なぜかと言いますと、お酒を飲むことで血流が良くなりますし、その分むくみやすくなるからです。むくみやすくなるからといって最終的な仕上がりは変わりませんが、むくんでることによってダウンタイムが長引いてしまいます。脂肪吸引をした1週間以内にお酒を飲むとむくみやすくなるだけではなくて、お酒を飲んだことによって酔っ払って怪我をしたりする場合がありますので、1週間は控えていただきたいです。手術前日のお酒は脂肪吸引する前だからダウンタイムと関係ないって思うかと思いますが、実は脂肪吸引前日にお酒を飲みすぎると脂肪吸引の手術そのものに影響してきてしまうのです。お酒を飲んだ時の体の中のアルコールを分解するのは肝臓の役割です。実は手術で使用する麻酔薬はアルコールと同じで体の中の肝臓で分解されます。脂肪吸引の前日にお酒を飲みすぎてしまいますと肝臓の負担が大きくなってしまいます。肝臓の負担が大きくなっていると手術で使用する麻酔薬がなかなか肝臓で分解されませんので、麻酔が効きやすくなってしまったり、手術後になかなか麻酔が切れずに気持ち悪くなってしまったりと手術後に影響が出てきてしまいます。しっかりと麻酔薬が肝臓で分解できて手術後に影響が出ないようにするためには、手術前日のお酒の飲みすぎは控えていただければと思います。食事は手術の6時間前からはしないでください。例えばクリニックに朝の10時に来て手術をする場合はその6時間前ですので、朝の4時までなら食事が可能ということです。手術前日の夕飯は食べていただいているのですが、手術当日の朝食は食べないでくださいってことです。お腹が空いてしまうと思いますので、手術前日の夕飯はしっかりと食べていただければと思います。なんで手術をする6時間前から食事を摂取してはいけないのかを簡単に解説いたします。まず手術の麻酔の影響で吐き気を催しやすくなることがあります。その時に食べ物を食べた状態でその食べ物が完全に消化されずに胃に残っていたとすると、吐いてしまった時にそれが喉に詰まって息ができなくなってしまって最悪死んでしまうからです。あとは単純に胃の中に何か食べ物が残っていると吐き気を催す確率が上がってしまうからです。脂肪吸引の手術をする上で手術前日から食事制限をすることでなるべく手術後に気持ち悪くならないようにしていますが、私のクリニックでは手術後に吐き気が出にくくなったり麻酔科の回復が早くなったりする麻酔薬を使うなどした手術の工夫もしておりますのでご安心ください。手術前日はしっかりと睡眠をとってください。脂肪吸引の手術前日にしっかりと寝ることはとても大切です。手術前日となると緊張していてなかなか眠れない方も多いと思いますが、なるべく夜更かしはしないでいただいた方がいいです。寝不足で手術に臨むとあまり良くありません。寝不足だと手術が終わった後に麻酔から覚めたりする前に時間がかかってしまったりします。脂肪吸引前日はしっかりと睡眠をとって体力をつけてリラックスした気持ちで施術を受けるのがベストだと思いますので、なかなか手術前日は眠れないって方も多いと思います。
ますが、頑張って布団に入っていただければと思います。万が一どうしても眠ることができないのであれば、脂肪期の手術が終わった後どのように過ごすべきかなどをイメージしていただければと思います。この動画の後半のダウンタイムの過ごし方編で詳しく解説しておりますので、ぜひ参考にしてみてください。この項目では脂肪期の手術を受ける前日の過ごし方について3つご紹介しました。簡単にまとめますと、前日はお酒を飲みすぎないこと、食事は6時間前に終えること、しっかりと睡眠をとること、この3つですので、これから脂肪期のする方はぜひ参考にしてみてください。次に脂肪期の手術当日に必ず知っておくべきことについてです。この項目では手術当日に起きてしまう可能性があることをまとめた内容になっております。もし麻酔から目覚めなかったらどうしようとか、もし手術が失敗してしまったらどうしようとか、手術当日は緊張と不安でいっぱいですよね。万が一のことが起きたとしても冷静に判断ができ、困らなく済むように、かなり詳しいことまでまとめましたので、脂肪系の手術を受ける方は手術当日、手術を受ける前にもう一度見返してみてください。まず一つ目として、手術が終わって気持ち悪くて吐き気がする方がいらっしゃると思いますが、その原因は麻酔です。全員が全員気持ち悪くなったりするわけではないのですが、気持ち悪くなってしまった場合には対処できます。脂肪期の手術が終わった後、少しの時間クリニックで休んでいただくのですが、気持ち悪くなってしまったら吐き気止めを点滴すれば気持ち悪さを抑えることができます。仮にクリニックにいるときは大丈夫でも、お家に帰る途中や家に帰ってから気持ち悪くなってしまう方も中にはいらっしゃるかと思います。私は手術を受けた方全員に吐き気止めをお渡ししておりますので、こちらを飲んでいただければ大丈夫です。麻酔がもともと効きやすい方は、麻酔が完全に切れる前に時間がかかったりすることもありますが、しっかりと水分を取っていただき、手術当日は早めに寝て体をゆっくりと休めてください。過去に手術を受けたことがある方で、その時麻酔で気持ち悪くなった経験がある方もいると思いますが、また同じように気持ち悪くなりたくないですよね。麻酔は本当に合う合わないがありますので、前回使った麻酔を手術当日担当先生にお伝えしていただければ、麻酔の方法を変えたりすることもできますので、一つ参考にしてみてください。そして麻酔が効きすぎてしまってなかなか完全に麻酔が切れない一つの原因として、手術前日の睡眠不足がありますので、手術前日はなるべく早くリラックスして寝ていただければと思います。2つ目として、手術をした後血が止まらなくてどうしたらいいか分からなくてパニックになってしまう、そのような可能性もあるかと思います。この内容は本当に大事ですので、しっかりと聞いて理解してください。私の場合、脂肪期の手術はあざむくみ抑制ドレナージ法という方法で行っております。脂肪期の手術のダウンタイムであるむくみや内出血、痛みの原因の一つに、手術中に脂肪に巻く麻酔液が手術後に溜まってしまうことがあります。なので、この麻酔液が脂肪期をした場所に溜まることがなければ、ダウンタイムを軽くすることができるんです。これがあざむくみ抑制ドレナージ法です。顔の脂肪筋の場合は耳の後ろから、二の腕の脂肪筋の場合は肘から、お腹周りと太ももの脂肪筋の場合は鼠径部から、手術後の麻酔液が出てきます。この麻酔液の色は赤色をしております。麻酔液自体は透明なのですが、脂肪筋をする際に脂肪の周りにある本当に細かい血管の血が滲むので赤くなります。赤い色をした麻酔液が大量に出てくる方もいますが、これを血が止まらずにたくさん出てきてしまっているって思う方もいます。出血が止まらないでそのまま大量に出血して死んでしまったらと思ったら本当に不安ですよね。大事なのでもう一度言いますが、これは出血ではありません。脂肪系の手術は脂肪を吸引する手術で、本当に大切な太い血管などは全く傷つきませんのでご安心ください。どんな手術でも出血をした状態で手術が終わることはありません。必ず安全を確認した上で施術を受けられたお客様には帰宅をしていただきます。なので、赤い麻酔液が出てきていても出血が止まっていないのだとは思わずに、まずは冷静になってください。脂肪期の手術を受けたお客様には、麻酔液がたくさん出てきてしまった場合に取り替える吸水パッドやペットシーツをお渡ししておりますので、こちらを交換して様子を見てください。この赤い麻酔液ですが、夜寝ている間にも出る場合がありますので、寝るときは脂肪期のした部位の下に汚れても良いタオルなどを敷いていただくのが良いかと思います。特に夜中一人でいるとき、赤色の麻酔液がたくさん出てきてしまったりすると、脂肪期を初めて受けた方は本当に不安になってしまう方もいると思います。麻酔液が出ているということは、逆にダウンタイムが軽くなっているとプラスに考えていただければ、少しだけでも気持ちは楽になるかと思いますので、よろしくお願いいたします。
この麻酔液ですが、手術当日が一番出てきますので、ダウンタイムを少しでも楽にするためにも一緒に乗り越えていきましょう。この項目では脂肪機能の手術が終わって手術当日に起きてしまう可能性があることを2つご紹介しました。手術が終わった後も不安にならないためにも、ぜひこの内容を参考にしていただき、手術に臨んでいただければと思います。脂肪機能の手術が終わった後からがダウンタイムの始まりです。この後の項目では脂肪ピン後にダウンタイムを抑える方法について詳しく解説していきます。まずは脂肪吸引した後にするべきことについてです。脂肪吸引前にするべきことと被ることもありますが、この項目でご紹介する脂肪吸引後に絶対するべき3つのことを実践すると、脂肪吸引後のダウンタイムの期間を短くすることができますので、ぜひ実践してみてください。貧血対策です。脂肪吸引の手術の後はどうしても貧血になりやすかったりします。顔の脂肪吸引だけや二の腕の脂肪吸引だけですとそこまで貧血になったりしないのですが、太ももの脂肪吸引や広範囲の部分をまとめて脂肪吸引するとどうしてもたくさん脂肪が取れる分、出血などのリスクもあり貧血になりやすかったりします。貧血にならないために手術を受ける前から血を濃くするために鉄剤などを飲んでいただいておりますが、それでも貧血になりやすい人はいます。手術が終わった後も貧血の症状を予防するという意味でも、1ヶ月ぐらいの間は毎日サプリメントで鉄分を取るか、クリニックで鉄剤を処方していただいた方が安心かと思います。特に太ももの脂肪吸引した方は他の部位の脂肪吸引と比べても貧血になりやすい方が多く、最初の 1,2 週間は貧血気味だったというお客様も中にはいますので、手術した後も忘れずに貧血対策はしていただければと思います。手術の後はまっすぐお家に帰ってゆっくりと休んでください。脂肪吸引の手術が終わった後はまっすぐお家に帰ってください。手術後の痛みやダウンタイムの感じ方は本当に人それぞれですが、過去に脂肪吸引の手術をしたことがある方であまり痛くなかったり思ったよりもダウンタイムが出なかったりした人は2回目以降別の脂肪吸引をするときに油断しがちです。脂肪吸引の手術が終わった後に案外大丈夫だからといって友達と遊びに出かけたり買い物に出かけたりする人がいます。これは意外と危険な行為です。手術が終わった直後は思ったより元気であっても数時間して少しフラッとしたりする場合もあります。もしも脂肪吸引の後に外出先で貧血になってフラッと転んでしまって骨折してしまったみたいなことになったらとても残念ですので、手術が終わった日はまっすぐお家に帰宅して休んでいただければ安心かと思います。ダウンタイムを短くする食事について、食事は体力を回復させる上では必須になります。脂肪吸引する前から食事を意識することも大事ですが、できるだけ早く体力を回復させて日常生活に戻るためには脂肪吸引後の食事も大切です。腫れや内出血が生じるダウンタイムの期間は体力を奪われやすく、傷ついた体の修復にはいろいろな栄養素が必要になります。その栄養素を補給してあげることで効率的に回復させることができるのです。脂肪吸引の施術からの回復でポイントとなってくるのがアミノ酸とタンパク質です。アミノ酸とタンパク質を多く含んでいる豚肉がおすすめと、脂肪吸引の前に食べる食事の項目でご紹介しましたが、もう一つおすすめしたい食べ物がそばです。そばはビタミン B1、ビタミン B2 という疲労回復やエネルギーの生産に大きく関わっている栄養素や良質なタンパク質も豊富に含んでいるので、脂肪吸引後の回復にはとても有効です。そばは喉越しが良くて食べやすいですし、温かいかけそばでも冷たいざるそばでも食べられて、そして何といっても作るのは簡単なので脂肪吸引してダウンタイムが辛い時に食べるのがおすすめです。肉そばやとろろそばにするとさらに栄養満点になりますので、回復には効果抜群です。また脂肪吸引をするとダウンタイムの期間に体全体がむくんできます。ここではむくみを少しでも解消させるおすすめの食べ物を3つご紹介します。むくみに関わる栄養素としてカリウムがあります。カリウムは野菜、果物、肉、魚などのほとんどの食物に含まれております。特にカリウムが多く含まれる食材としてアボカド、ほうれん草、バナナがありますので、食事の時にはこの3つを摂ることを意識してみてください。脂肪吸引後に少しでもダウンタイムを早めて体力を回復させるためには、この項目でご紹介した3つのことはぜひ参考にしてみてください。次に脂肪吸引の後にこれだけは絶対にしないでほしい3つのことをご紹介します。脂肪吸引後にダウンタイムが長引いてしまいますので注意してくださいね。まずお酒は控えてください。お酒が好きな人は脂肪吸引が終わった後に飲みたくなる気持ちはわかりますが、お酒は血の巡りを良くします。血の巡りが良くなることで痛み、腫れ、内出血の症状が悪化したり長引いたりすることがあります。お酒を飲むことで最終的な仕上がりは変わりませんが、ダウンタイムの期間が長引いてしまいますので、最初の 1,2 週間はお酒は控えるようにしてみてください。どうしても飲みたいって人は自己責任ですが、1,2 杯程度に留めておくのが良いと思います。
激しい運動はしないでください。激しい運動をすると体の血の巡りが良くなりますので、ダウンタイムの症状が悪化したり傷口が開いてしまったりすることがあります。近所のスーパーに買い物に行ったり外出したりするなどの日常生活を送るための必要な動きは全く問題ないのですが、ダウンタイムが落ち着く最初の 1,2 週間は激しい運動は控えてください。運動好きな方もいると思いますが、大事なのは自分の無理しない範囲で運動を再開することです。自分が大丈夫であれば1週間目以降に軽めの運動から再開してみると良いと思います。湯船には浸からないでください。脂肪吸引した後最初の1週間は入浴は控えてください。入浴もお酒や激しい運動と一緒で体の血の巡りを良くします。そもそも脂肪吸引後はガードルなどで圧迫固定する必要があるため、それを外すまでの期間入浴はできません。シャワーは施術した部位にかからなければ大丈夫で、顔の脂肪吸引の場合は首から下は OK、 二の腕の脂肪吸引の場合はお腹から下は OK みたいな感じです。シャワーは短時間で済ませて体が温まりすぎないように気をつけていただければと思います。以上3つにはなりますが、脂肪吸引後のダウンタイムが長引かないようにしっかりと頭に入れておいてください。それでは次に、お家でできるダウンタイムを抑える方法、内出血を早く消す方法をご紹介します。ダウンタイムは最初の1週間が大変ですが、特に最初の 2,3 日を辛く感じる方が多いです。最初の1週間の過ごし方次第で少しでもダウンタイムが楽になりますので、しっかりと聞いておいてください。どんな手術でも炎症のピークは最初の 2,3 日と言われております。この期間ならば炎症を抑えるために冷やしても問題ないです。注意点としては冷却剤、例えば保冷剤を直接清掃した部分の皮膚に当てないことです。冷やしすぎると逆効果になって凍傷になったりするリスクがあるので、冷やす場合はタオルを巻くなどして間接的に冷やしてください。広い範囲の脂肪吸引をした場合、冷やすのが難しかったりしますし、必ず冷やさないといけないわけではないですが、少しでもむくみを抑えるための方法であるということを知っていただければと思います。3日目以降に冷やすことを継続しても逆に血流が悪くなってしまい、なかなかむくみが解消しない原因につながりますので気をつけてください。またむくみやすい最初の1週間に意識してほしいこととして、寝る時の姿勢があります。例えば太ももの脂肪吸引をした後は寝る時に足の下にタオルや枕を敷いて少し高くしたり、二の腕の脂肪吸引をした後は両脇に枕を置いてその上に二の腕を置くことで心臓より高い位置に持っていくことができるので、むくみにくくなります。ここでお伝えしたことを少し意識するだけでもむくみを少し抑えることができると思いますので、参考にしていただければと思います。顔の脂肪吸引の圧迫は翌日までですが、体の脂肪吸引の場合は基本的には最初の1週間はしっかりと圧迫をしていただいております。1週間目以降は湯船に浸かることもできまして、この期間に重要になってくるのが血流の流れを良くするために温めるということです。温めることによって脂肪吸引の時にできた内出血を早く引かせることができるので、1週間目以降は血の巡りを良くするという意味でお風呂に入りながらマッサージなどをすると良いです。この項目ではお家でできるダウンタイムを抑える方法についてご紹介しましたが、よくお客様からいただく質問としてインディバーした方が良いのか聞かれますので、次の項目ではインディバーについて詳しく説明していきます。皆さんインディバーご存知でしょうか？インディバとは簡単に言うと、体を内面から温め新陳代謝を上げる効果があります。インディバを受けることで体内の老廃物が排出され、脂肪吸引後に現れるむくみや内出血を和らげます。またインディバは新陳代謝を高められるので、より早く脂肪吸引した部位を柔らかくすることができます。脂肪吸引後の拘縮を自分でマッサージしてほぐすのがめんどくさい人や、少しでも早く拘縮の期間を短くしたい人はインディバは効果的です。脂肪吸引後に必ずインディバをしないといけないと思っている方もいるらしいですが、インディバをするかしないかが脂肪吸引の仕上がりを左右するものではありません。ただダウンタイムの期間を短くしてくれることは確かですので、ダウンタイムを早く終わらせたい方は有効活用すると良いと思います。私個人的にはインディバにお金を使うなら脂肪吸引の施術にお金を使った方がはるかに良いと思いますので、インディバはあくまでも余裕があればするって考えていただければと思います。脂肪吸引後に失敗したと感じた場合の対処法について、動画の後半部分は主に脂肪吸引後のダウンタイムの過ごし方について解説してきました。最初のダウンタイムの項目でも説明したように、脂肪吸引の完成期は基本的には3ヶ月以降、脂肪吸引の部位や人によっては半年から1年見ていただいた方が良いこともあります。
ただどうしてもこのダウンタイムの期間に自分は本当に細くなるんだろうかとか、スッキリするんだろうかとか、修正手術をしてほしいとか再手術をしてほしいとか、いろいろと不安に思う気持ちは本当にわかるんですよ。私は目のレーシックの手術をしたことがあるのですが、最初の1週間は本当に視力が良くなるのか不安な気持ちでいっぱいで、担当の先生に相談した経験もあります。私のところに他の先生で執刀したけれどもダウンタイムが不安で失敗したかもしれないから見てほしいなどの相談がたくさん来ますが、聞きにくいかもしれませんが、まずは担当の先生に直接聞いてみるのが一番良いと思います。一番大事なことは手術を担当した先生を信じることです。それでも不安に感じてしまった場合は、今からお伝えすることをもう一度確認してみてください。実際にお客様からよくいただく脂肪肩後に失敗したと感じてしまう内容を、顔の脂肪肩の場合と体の脂肪肩の場合とでそれぞれ3つずつお伝えいたします。まず顔の脂肪肩の場合、手術前よりも顔が大きく見えてしまう、腫れがなかなか引かないケース。顎下の部分はすっきりしているのに正面から見た時にむくんでいるので取り残しがあると感じてしまうケースです。こちらの正面から見たダウンタイムの経過を参考にしてほしいのですが、1ヶ月目から3ヶ月目くらいまでは正面から見た時に手術前よりも顔が大きく見えることはよくあることです。6ヶ月以降にすっきりしてくる方もいるので、自分の顔は手術前よりも大きくて失敗したと感じたら、まずは今脂肪吸引してから何ヶ月経過したのかを確認してみるのが良いと思います。左右差があると感じてしまうケース。そもそも人間の顔は左右対称ではありません。手術前は自分の顔の左右差が全然気になっていなかったのに、ダウンタイム中に気になってくるケースがあります。例えば寝るときによく右を向いて寝るなど、人間は生活習慣にする上でも左右差がありますので、むくみが引くスピードにも当然左右差があります。そもそもの左右差は完全にはなくせませんが、ダウンタイムの経過とともに左右差は少なくなってきますので、ゆっくりと焦らず経過を見てみてください。ボコついていると感じてしまうケース。ボコついている原因はたくさんありまして、吸引のムラによるボコつきは失敗になりますが、ダウンタイムの期間中にボコつくことはよくあることです。特に顎下の部分は皮膚が薄いので、皮膚が縮こまる拘縮の期間はボコついたと感じる方がいますが、時間の経過とともに良くなっていきますのでご安心ください。顔の脂肪筋の場合ですと、糸リフトの施術と同時に受ける方も多いと思いますが、糸が入っている近くとそうでないところはむくみ具合に差が出ますので、ボコついたと感じる方がいますが、これも時間の経過とともに良くなっていきますので経過を見てみてください。次に体の場合です。体は二の腕、お腹周り、太もも、ふくらはぎといろいろな部位がありますが、失敗したと感じてしまう原因は基本的には共通しております。手術前と全然変わっていない、細くなっていないと感じてしまうケース。脂肪吸引をしてすぐに細くなるわけではないですので、不安に感じたら手術後は何日なのかをまずは確認してみましょう。例えば太ももの時は1ヶ月で細さを感じたのに、二の腕では1ヶ月経っても細さを感じないから不安に思う方もいますが、脂肪吸引の部位ごとによってもダウンタイムの経過は違いますので、ダウンタイムの期間が終わるまでは様子を見てみてください。拘縮が強くて元の皮膚に戻らない、または拘縮が出なかったと感じてしまうケース。脂肪吸引後の拘縮の出方は人それぞれになります。拘縮が出なかったからしっかり吸引されていないから失敗なのではないかと感じてしまう方もいますが、自分的には拘縮が出ていなかったと感じても、私が診察するとしっかりと拘縮が出ていることもあります。拘縮が出にくい体質でもしっかりと脂肪が吸引されていれば、最終的にはしっかりと変化を感じますのでご安心ください。まだつまむことができると感じてしまうケース。脂肪吸引した箇所をつまむことができると、まだ取り残しがあるのではないかと思う方がいますが、どれだけ脂肪を吸引したとしても、どんな人でも必ず皮膚はつまみます。もちろん部位ごとによって皮膚の厚みも異なってきます。逆に皮膚をつまむことができなければ、体を曲げたり伸ばしたりすることができません。ダウンタイムの期間はむくみによってつまめる部分もありますが、ダウンタイムが終わった後も皮膚の厚みは残るということは知っておいてください。顔の脂肪筋の場合と体の脂肪筋の場合とで、手術をした後失敗したと感じてしまう原因をそれぞれお伝えしましたが、原因が分かっていたとしても、やっぱり自分のこととなるとどうしても不安になってしまうと思います。例えば転んだ時、傷ができてしまった時、あざができる人もいればできない人もいます。あざが治るのにすぐ治る人もいれば、3週間経ってもまだ治らない人もいます。
風邪をひいた時に早く回復する人もいれば、寝込んでしまってなかなか治らない人もいます。人間なのでみんなが同じ経過で治っていくっていうわけではないので、個人差があるって思っていただければ幸いです。基本的に半年から1年待っていただければ、ダウンタイムのことで気になることはほとんどないと思います。それでもどうしても気になることがあれば、ぜひ一度カウンセリングでお越しください。脂肪系の手術は基本的に半年以内に再手術しない方がいいです。手術をしたとしても硬くなってしまっているので、なかなかいい結果にはなりません。他のドクター単位で手術をしたけれども再手術をしてもらえなかった方、断られてしまった方の修正手術や、脂肪の取り残しがあっての再手術や、逆に脂肪を取りすぎてしまったボコボコの修正など、いろいろな修正も幅広く担当しておりますので、何かあればいつでもご相談していただければと思います。この項目では脂肪系の手術をしたけれども失敗したと感じて不安に思っている方へ向けてお話ししましたので、少しでも参考になれば幸いです。修正手術をするってなっても半年間はできないってことを考えると、初回の脂肪系の手術がいかに大事かは分かったかと思います。修正できるようになるまでの半年間は何もできませんので、後悔しないためにも脂肪系にする上でのドクター選び、クリニック選びは本当に重要ですので、動画の前半部分を再度確認してみてください。最後に今回お伝えした全ての内容を簡単に復習する前に、皆さんにお知らせがあります。こちらの公式 LINE では脂肪球に関する有益な情報を無料で配信しております。脂肪球の手術で絶対に失敗したくないなら、そして手術後のアフターケアの細かいことまで知りたいなら、ぜひ動画の下の説明欄から登録しておいてください。今なら LINE に登録してくれた人全員に脂肪球のカウンセリングの前に絶対に見返すと良い資料を無料でプレゼントしております。そして他にもこのチャンネルでは皆さんのお悩みに合わせて、ありとあらゆる脂肪球に関する役立つ知識や体験談をできるだけ分かりやすく配信しております。なのでこれからもそういった貴重な動画を見逃したくない方は、ぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークをクリックお願いいたします。それでは最後にこの動画で説明した項目を簡単に復習しておきましょう。そもそも脂肪球とは何かについて、ダウンタイムについて、症例写真の見方のポイントについて、ドクター選びのポイントについて、クリニック選びのポイントについて、日本と韓国どっちで手術をすればよいのかについて、脂肪吸引の値段相場について、モニター制度について、脂肪吸引の機械選びについて、骨格診断について、脂肪吸引のリスクについて、脂肪吸引の麻酔について、限界まで吸引するリスクについて、手術を断るケースについて、手術の年齢の限界について、結婚式前の脂肪吸引について、出産前後の脂肪吸引について、部位別の圧迫の日数と考え方について、圧迫器の正しい選び方について、部位ごとの症例のビフォーアフター、傷の位置、ダウンタイムの経過について、手術当日までに準備しておくことについて、手術前日に意識しておくことについて、手術当日に必ず知っておくことについて、手術後にするべきことについて、ダウンタイムを短くする食事について、手術後絶対にしないでほしいことについて、ダウンタイムを抑える方法について、内出血を早く消す方法について、インディバについて、失敗したと感じた場合の対処法について、今回の動画で解説した以上の30項目全てを完全に理解していただければ、脂肪系の手術で失敗することなく満足のいく結果が期待できると私は確信しております。本日もこの動画を最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。もしこの動画が少しでも良かったと思った方はコメントと高評価お願いいたします。この動画を見ても脂肪系のことで疑問に思うことや質問があれば、何でもコメントしていただければとても嬉しいです。今後も引き続き有益な情報を発信していきますので、見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録お願いいたします。それではまた。